ママに会いたい。やっていきます。いやー、このゲームねー。おはようございます。いや、このゲームねー。ママどこ？おー。おー！でっかい目ん玉。これママ？ママじゃない。あ、違った。ごめん。そうだよね。さすがにそんな可愛い顔のこのママがこれなわけない。ここはどこなの？答えてくれない。あれ？無視？おう、立った。なんか血がついてるね。仕方ない。元気だな。ママを探しに行こう。あら、意外とポジティブな感じなんだね。全然ゲーム画面がポジティブじゃないよ、皆さん。ということでね、これやっていこうかなと思うんですけど。いやー、これね、やってくれって声が多かったんですよ。でもホラーゲームなんですよ。やりたくないんですよ。でも名作らしいんですよ。やるしかないんですよ。手がないね、君。名前もわかんないし、でも、何これ？触れていいのこれ。あ、触れられない感じなのか？あ、はい。あ、セーブできる感じなんだね。記憶1。どことかないんだ。もう覚えとけって感じなんだね、多分。あ、なんか誰かに見られてる気がする。めちゃめちゃ見られてるね。なんか誰かに見られてる気がする。まあまあ、そんぐらいか？とりあえず先に進めばいいかな。いや、このゲームね、多分だけど、ああ、こっちもいける。ああ、一回戻るわ。めちゃめちゃ喋りかけたくないやつおったけどな。このゲーム多分だけどね、2時間半ぐらい、このゲームというか、この動画多分ね、2時間半ぐらいあるんですよ。映画見た方が絶対有意義やんって思ったそこの君。多分後悔はさせないからよかったら最後まで見ないかい。一緒にママに会いに行こう。ねえ、目玉さん。出たらダメです。意地悪。あら、意外となんか、明るいね、この子。俺ちなみに完全に初見なんだけど、ちょっとだけね、このキャラクターたちの、この中にお手手あるかな？そう、手ないよね。うん、お手手ないから探せないや。この女の子たちの顔のシーンとか、その画像は見たことあったから、結構クールな感じかなと思ったら、めっちゃ子供で、なんか賑やかな感じなのかな？ダメなのか。まあまあまあ、こっちからに出たらダメって何なんだろう。ここから外に出られそうだけど。どうしようかな。あ、ちょっと待って、なんかね、目玉さんに確認してから行こう。なんかね、分岐点があるところは、セーブした方がいいよって、リードミーに書いてあったんで、一応セーブしてからその都度行こうかな。結構セーブ地点はいろんなとこにあるのかな。目玉さん！何ですか？ママに会いたいの。どこに行けばいいの？どうしてもママに会いたいのですか？どうしても。うん。仕方がない。あっち？監視に気をつけてください。監視って何？あなたたちの敵。こいつ敵なんかと思ってたけど、敵じゃないんだね。味方側なんだ。なんそれ。わかんないけど気をつけるね。一緒に来てくれる感じはしないと。まあ、まだよく。これさ、どんぐらいのホラー要素がある感じ？びっくりな感じの、あれ、これ敵？敵じゃなさそうだね。違うな。わあ、なんだこれ。やっとお目覚めかい？君のお兄さんはとっくに目覚めているというのに。お兄さん？喋った！君何なの？僕たちは外から来た種だ。まあ、出来損ない。このまま2日も経てば消えるさ。僕みたいに喋られるやつもいれば、会話すらできないやつもいる。結構優秀な遺伝子なのかな？この子は。今めっちゃ俺頑張って言葉選んだよ。遺伝子ね。会話ができても自分が特別と言い張るバカもいる。へえ、出来損ないなんだ。出来損ないって何？親わからないのかい？君自身だって同じようなものだろう。そうなの？わかんないや。ごめんね。まあ、今はママに会わなきゃいけないんだ。そうか。まあ頑張れよ。うん。これ体内なのかな？お母さんの。ママの体の中説ある？なんか、腕がないのがさ、ちょっと、違うかな？なんかそんな気はしたけど、まだあれだな。まだ早いな。この考えに至るには。死ぬほどキーボードの接続が悪くて一歩ずつしか進む怖い。俺さ、ホラーゲームやるとき、毎回キーボードの調子狂うのなんなん？動いた。これは何？なんだろうこれ。口だね。やばいよ、それ絶対。近づかない方がいいやつだよ。近づいたらパックンチョ行かれ、これなんか話しかけまくったらなんか起きるパターンだったりしない？別にそういう感じでも情けか。おう、本当に何もないんだ。絶対なんかあるだろう。絶対なんか来るだろう。もう分かってるからね。あ、一回セーブ。3つしかセーブ地点ないのやばくね？ 80 個ぐらい欲しいけど分岐点がいっぱいある。これ何？あ、なんもないんだ。この子に話しかけるしかない。これお兄さん？なんかお兄さんがいる。なんか、何人か。双子？これは誰だろう？どうしよう、寝てるのかな？起きてー！あ、寝てるわ。すごい、全然起きない。起きて。意外とアグレッシブやね。おごっさ。ああ、なんとも大胆な起こし方だ。君は？俺はお前の双子の、あ、双子なんだ。お兄ちゃんだ。ようやくお前も目を覚ましたんだな。お兄ちゃんか。はじめまして。寝てたのはお兄ちゃんの方じゃない？確かに。お前もさっきまでね、まあ、そうだね。なんかお兄ちゃん足が悪い？もしかして。そんなことより。お前も、監視に腕を取られた。あ、監視。まだ出会ってないな。二人揃って取られちまった。なんてな。さすが双子って感じだ。監視って何？まあ、敵のことだよね。時々やってきて、俺らの一部をちぎって持っていくんだ。どうして？さあね。そこまでは俺もわからないさ。大きな音が聞こえた。音が聞こえた後すぐに眠くなって、起きて気がつくとどこらをちぎられている。少しずつ。ちぎられていって最後は、そのまま溶けて死ぬ。ああ、俺やっぱ分かったわ、これが何なのか。え、そうだよね、多分。こんな明るい BGM 流れてるけど、この、あれだよね。お腹の中にいる子供をさ、やっぱ、埋めないってなった時にさ、する、あれがあるじゃん。手術というか。そのことだよね、多分。やだよ、ママに会いたい。ああ、そうだな。だけど俺らはいろいろ足りないんだ。俺は片目と足がない。お前は、脳が足りない？じゃあ違うかな。脳だけ持ってかれることないもんね。どうしたらいいの？ああ、まずは腕よりも脳かな。脳って何？あ、だからこんな頭悪いな。頭だ、頭。頭あるよ。そういうところだな。そうだね。今のお前じゃママに会えたとしても、迷惑をかけるだけだ。おー、はい。だから最初は脳が必要だな。ママたちは見た目以上に頭を欲しがる。ママに会いたいなら頭を優先しろ。頭と脳ってやつか。よくわかんないや。これだと先が長そうだ。まあ、ゆっくりやっていこうか。まずここから出たすぐにママの声があってな。あ、口があったね。なんなら、今なら何か聞こえるかもしれないから、言って聞いてこい。え、なんかそういうこと、俺なんか急に確信に迫ってしまった説があるんだけど。大丈夫かな？問題ない？そういうことだと思うんだよね、多分。前からしか話しかけられないか。お前がなかなか起きないから、俺は先にうろついていたんだが、足を取られて動けなくなっちまった。監視って何が目的なんだろうな。そう、まあ、お腹の中にいる子供のね、やっぱ埋めないってなった時に、する手術あるじゃん。あれってなんか結構グロいらしいんだよね。中にいる子供の手足とかをこう、引っ張って出すみたいなやり方らしくて、一個ずつ。あんたが、中のとこ塞いで、あんたの敵現れる。お腹が膨らんだよ。うわ。あー、なるほどね。ママは女の子は嫌いなのかな。ママ待っててね。なるほどな。嫌われる。まあ、望んだ子じゃなかったみたいな話なのかね。お兄ちゃん。重いんだけど。この子は脳足りてないかもしれないけど、俺はそこそこの年重ねたおじさんなんだ。どうだ、ちゃんと聞こえたけだか？うん。俺生まれない方がいいかもしれない。ママのためにも生まれない方がいいかもしんないよ、これ。うん、ちゃんと聞いてきたよ。ママは女の子が嫌いだって言ってたから、男の子の僕が助けに、あ、一応男の子なんだ。そうか。今のその思い崩すなよ。他にはどうしたらいいの？ここにいるだけじゃダメだ。そこら中歩き回って脳を探してこい。わかった。本当に分かってんのか怪しいな。まあいいや、頑張ってこいよ。もし何をすればいいか分からなくなったら遠慮なく聞きに来い。ああ、そういう役なんだ、お兄ちゃん。ありがとうね。ふーん。足取られちゃったんだ。右目と。あ、本当だ。この子は目があるけど、でも手はないんだね。双子なのか。双子、脳を探す。そんな、そこら中に脳転がってることあんのか？ママ待っててね。けなげだね、この子は。でも行けるとこなくない？一回あの目の人に会いに、君が俺の脳になってくれよ。そういやさっき監視が来てて、君たちを探し回ってたから気をつけるんだよ。監視は君たち、受精卵を狙ってるからね。ほん。やっぱそういうことだな。ああ、ああ、オッケーオッケーオッケー。わかったわかったわかった。これどこに行けるの？あ、こっちかな？この黒くなってるところが行ける感じか。はーん、うわー。いやー、来たぞ来たぞ。出来損ないだ。出来損ないの片割れだ。うるせえおめえ。ポンコツ精神の分際でよ。喋れるだけで自分が頭いいと思ってるバカだろ、お前がさっきのやつが言ってたっていう。俺は脳がないけど、お前は体がねえもんな。頭もすんだ。ああ、うるさいな、お前この野郎。僕知ってる。君たちは種さんだよね。出来損ないの。違うね。ただの種じゃないぜ。俺らは選ばれし種。卵に合う権利を持った優秀な種。へえ、難しい言葉使うんだね。でも、俺はちゃんともう選ばれた側のはずなんだけどな。君たちは、種さんだね。よろしくね。マジでこいつバカだな。あははは。うわ、はやはやはや。こいつさぞオリンピックに出られる性能して。全然会話できねえ。めちゃめちゃついてくるよ。一の二の口を、腹のふにゃは、ふにゃがねふにゃった。ん？マガンは何？うんに産むなんて。まあなんちゃらかちゃらに産むなんて考えなかったから？もうなんちゃらって何々のではって現実逃避をしていた。うん。なんか産みた、これは多分、めっちゃついてくるこいつ。ちょ待って、お前のせいで下に行けないこれ。ちょ待って、積む待ってこいつのせいで積むぞこのゲームまずい、お帰れ。ついてくんな、お前。もう行けるとこなくない？お兄ちゃん、脳が見つかんないよ。このままじゃダメかな。脳見つけられる気しないんだけど、今のところ。どうした？何をすればいいか。うん、そう。何したらいいかな。そういえば、俺が起きたのはかなり奥の部屋。ここの出口からずっと右手に行ったところ？ママの声もいくつかあった。あ、まだ右行ける感じか？あれ。そこまで手先は器用ではないが、なんかあったら持ってこいって言ってたな。腕のないお前よりは何かできるだろ？材料があれば何か作れるかもしれん。へー、クラフト要素もあるんだ。ついてくんな、お前。あ、右奥かな？ここがなんかもやかかってんな。ここだな。ちゃうんかい。もうこれ以上奥行け、なんお前マジ邪魔！ついてこないで。あ、行けたわ。あ、足りないやつだ。残念な子。うるせえな。お前ら俺よりも、後から、ここにやってきた奴らなんだろ？俺が一番乗りなんだから。二セーラーなんちゃらを、いや、ちょっとわかんないな。普通に何言ってるか。簡単には、はんにゃらはんにゃらはんにゃにょ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 。何々と何々にバレないよう、必要だった。わかんないね。まあなんか秘密があってバレたくないみたいな感じの話してるの。こいつらの口は聞かなくていいや。うわ！なんかすごい、終盤に来る。うわ！大丈夫か？タネさん全然動かない。やられちゃった？寒い。干からびる。そこのあなた。喋った。あなたに渡したいものがあるんです。でもその前にお湯ってな、ごめん。無理や。多分お湯あげれないわ、この子。温かい水が欲しい。温かいお水をかければ助かるのかな？そういうので助かったりするものなのかね？まあでもあったかい場所にいないと確かに死んじゃいそうではあるよね。これあったかい水ではないよ、絶対。違うね。さすがに違うよね。この辺は、あ、なんかもうあれか。あ、潰されてちゃってる奴らもいる感じ。お兄ちゃん、俺もうこの家から出なくていいかもしれん、俺。いい、なんていい。帰りたい。だけど、まあ、中絶なのかな？だけど中絶のためのお金は、何々いない。稼がなきゃ。何々たくさん、やらんがしゃんじゃよ。こんななんとかなくなってしまえばいいのに。なんか辛そうだね。ああ、一応セーブできるんだね。ありがとう。これはなんか沈んでる。ぐにゅぐにゅしてる。拾っておこうかな。まあでもどのうち拾わざるを得ない感じか？そっか。おててないもんね。でもさ、お湯が欲しかったのに俺。ダメか。これから、絞り出すか？あったかい水。これ食べる？これどう？寒いから見る。そこ、ほれほれ言ってるけどわかんない。ダメか。まあ、一旦お兄ちゃんにこれ持っていくか。お兄ちゃーん、ちょっとどいてくんね。めちゃめちゃ邪魔。お前ほんまに邪魔。なんこいつ。これ何？なんかありそう。この子実はなんかあるんじゃない？すごい重要人物だったりしない？めっちゃ俺に近づいてくるけど。妹だったりすんのかな、あれ。本当に双子？お兄ちゃん、これ、なんかできないかな、これで。なんか、死んでる俺拾ってきた。俺だったもの、多分。もともと俺たちこんなだった。ほへほ、ほへほへほへはひんふ？とりあえず OK。はふ。でね、このぐちぐちみたいなやつで、水を汲むもの、無理だろう。それは無理だろ、お前。いくらお兄ちゃんといえど。なんで？あっちにタネさんがいたんだけど、あったかいお水が欲しいって言ってたの。それじゃ作れないかな。その前に水を入れる器みたいなのがないと。これを器に縛れば、首にかけてお前でも持っていけると思う。なるほどね。そっか、器みたいなのどっかにあるかな。お前が寝てた部屋にならなんかあるかもな。ちょっと目玉色にあ、わかった。目玉はあれ何者なん？目玉？あれ実はやばい。まずい。暗くなった。見えづらいな。なんか映った。今なんか映ってた、今。やっぱそうだ！こんな形してる機械でね、するらしいのよ。その、手術。そりゃそうだよ。人が動かしてんだもん、あれ。逃げれるわけないじゃない。待って、どっから、こっからめんどくさ。まあ、一回ちょっと引き返すか。これさ、そもそも引き返していい？こっちに行って、お兄ちゃん。バカなのか、お前。逃げろって言われたじゃないですか。これ、引き返していいのかな？引き返すよ。俺は医者の手には、この名医の手には、かからない。こんな名医の手にかかっても、逃れられるぐらいの問題児として生まれてやるからな。ママに会ってやるんだよ。子供っていうのは母さんに迷惑をかけるもんなんだよ。子供っていうのは。で、俺これ分かった。多分ね、逃げるからダメなんだよ。むしろ、俺が迎え入れてあげる。俺今のところ、上下移動してないね。左右にしか行ってないから、上下に移動すればワンチャンある。そこに何かいるの？これ下に避けてこれ警察とかと同じだよ。下手に職質されたりとか、警察からなんか言われてんのに、下手に動くからダメなんだよ。ほら、見て。え、ほんまに正解？え、マジ？マジで？本当に正解？本当に正解？あれか、動いてないから逆に分かんないのか。俺がここにいるって。手探りで今探してる状態で、分かんねえってな。え、ほんまに合ってる？ほんまに合ってる？これ。なんか違う気もしてきたよ。これ、時間でどうこうなる問題なのかな？これ、時間でどうこうなる問題なのかな？すごい笑顔だね。すごい優しそうな顔してるね。やってることは、まあでも、このお母さん、ママのためにやってくれてるんだもんね。でも僕はママに会いたいから、これ何これどうしたらいいの？動いたら死ぬもんな、絶対。なんかすごい、マハラジャみたいな音楽流れてきた。神殿とかで流れてくる BGM や、これ。え？なんて言ってたっけ？こいつが来た時どうしたらいい？え、これ、右に一歩動いてみていい？左に行って動かないを試したことないから、一回左に行って動かないしてみていい？はい、動かないと。お？これ、順番待ちしてる？この部屋に入ってくる順番待ちしてるかな？お、つっかえてるよね、俺の背中でね。一歩左に動いて、おーあれワンチャン往復できるかなこれ。左右にもう動いたら死ぬもんね、確実にね。スペースを押したりとか。あ、なにこれ、かわいい。どうしてママは女の子が嫌いなんだろう。あ、確かに女の子が、でもこれ女の子が嫌いとかじゃないと思うんだよね。自分が女だからどうのこうのみたいな話だと思うよ、性別。一応この子は男なんだね。かわいい顔してるね。それどころじゃないね。ちょっと一回右に動いてみるね。あ、マハラジャ来たね。これ、こいつが一瞬下に行くじゃん。これさ、こっち行くときにさ、モワンってなんか出るね。この辺見といて、この辺。モワンってなんか映んねんやんか、一瞬。この後。あ、ほら、なんか、女の子みたいなんかさ、わかる？あ、待って、これこのまんま放置じゃね？女の子みたいなんが向こうに行ったからさ、一回このまま待機してみるね。あれなんかちょっと待機してみてるけど何も起きないんだけど。これやったっけ？左に行って、まずこれ左行きます。で、背中ブロックして、右に行ったら今度あいつが左に来るからそのまま右に突っ走る。なんか意外とイケて笑ったー。暗くていけ、暗くてもいいから行くんじゃお前バカだねー！終わるやん、そんなんや言っちゃった。右に行って、右に行って、あ、お、なんで生きてるの私、なんで生きてるのかわかんないね。なんで右にもこれ左に行く。なんかこいつ優しくなったのなんで。さっきまでとんでもないスピードで来てたのに。なんかなんかペットみたいになってるね。お兄ちゃん、ただいま。怖いよ、お兄ちゃん。なんかわかんないけど逃げられたよ、お兄ちゃん。ねえ、なんかおっきいのいたよ。あれ？それが監視ってやつだ。あれが監視。なんだろ、すんごい眠い。やばい。俺も眠い。これあれかな？お母さんが、母体がすごい頑張ったから、この子たちも眠くなっちゃうみたいな感じなのかな。朝だよー、おはよう。ああ、おはよう。監視はもういなくなったみたいだぞ。ここに監視は入ってこないみたいだな。単に俺らが狙いじゃないだけかもしれんがな。他にもいっぱいいるってこと？じゃあ監視が来た時はここに来ればいいんだ。確かに確実ではないけど。怖、そんなフラグみたいなん立てないでよ。お兄ちゃん動けないんでしょだって。監視はいつどこで現れる？うわ、ここに現れる可能性もあんの？俺にもさっぱりわからん。わかった、僕もここで引きこもればいいんじゃないかな。ああ、引きこもってるとママに会えねえぞ。そうだね。脳が足りないから俺には。それに、今のお前じゃママに会うことすら難しい。お兄ちゃんは会えるの？そっか、じゃあ行ってくる。ああ、いい子だ。うん。とりあえず、一旦ね、事なきを得ましたよと。で、脳を探してんだよ。てかさ、なんか女の子がうっすら映るの、あれなんなん？実は、先に生まれているお姉ちゃんがいたりする？多分女の子だよね。さっき探し回ってたのね。そうだよね。で、なんか脳が必要なんですけど、ここの部屋を探せばいいみたいな。あ、こいつがなんか教えてくれる？あ、違う、目玉に聞けばいいって言ってたか。目玉さん、お久しぶり。おい、俺一回逃げれたぜ、監視から。褒めてくれよ。どう？目玉さん。聞きたいことがあるんだけどね。水を汲むものが欲しいな。ないかな？どうして？人助けをしたいの。人なのかわかんないけど。器、人助けのためですか。わかりました。あ、え、なんかくれるの？おー！あ、かわいい。なんかかぶせられた。ゴミ箱ですけど、これでいいですか？ああ。うん。お水が入るなら大丈夫だよ。おー、あ、かぶってる。かわいい。お兄ちゃん持ってきたよ。これでいいのかな？よし、来た。これなら十分。ほう。お、はいよ。できた。すごい。これでお水運べるね。ありがとう。ま、縛っただけなんだけどな。じゃあ行ってこい。うん。おー。その首のやつなんか、綺麗な赤色だねとか言えないよ、俺。褒めれない、その赤色を。俺はどうしても。それで使われてるの命だからさ。ちょ、どいてどいてどいて。めっちゃ邪魔。お前めっちゃ邪魔。すんごい邪魔。ちょ、お前邪魔。ほんま邪魔。どいて。頼むからどいてくれ。どいて。まあ、体内って考えたらあったかいのかな。えぐいね。これ汲むか。ここのお水あったかい。入れ物の中に入れて、あの種さんに持っていこう。おお、まあ入ってるかどうかわかんないけど、入ってるんだろう。このゴミ箱はなんで体の中にあるんだい？え、てか俺体って勝手に思い込んでるけど、本当に体かこれ。体の中じゃない可能性もあるくね？はい。お待たせ。お水をかけよう。元気なる？これで。おお、すごい。生き返るもんなんだ。助かった。感謝しますよ、受精卵。どうしてここで干からびていたかって？何も言ってないよ。ああ、喋りたがりだ、こいつ。実はすぐそこの部屋に、私の大切なお友達がいるんです。彼女は監視から逃れるためそこへ逃げ込み、監視が入らないよう、私がそこに幕を、ああ、それで体力使い果たした感じね。MP と。そう、そして彼女は私の良き話し相手。わずかな私の寿命のために、たくさんの笑顔をくれたのです。ああ、でも彼女はもうボロボロで、溶けてしまう運命なのです。きっと今頃は、あら、溶けちゃってる？はい。それでもせめて最後は、彼女のそば、あ、じゃあそこの幕剥がしてくれよ。一緒に行こうぜ。彼女と約束した？あなたに？彼女の、え？あ、え、もう人ってこと？そういえばお兄ちゃんが脳みそがどうのこうのって言ってたような。え、お兄ちゃんってもしかして俺の体も改造できる感じ？はい。彼女が溶けきってしまう前に、あなたに移植しないといけない。へえ、わかった。ぶつかればあそこ開くかな。お前強いなぁ！お兄ちゃん起こすときもその勢いで行ったんだろう。よくお兄ちゃん生きてんな、あれ。ありがとうございます。わがままばかりで申し訳ないですが、私を部屋の中に運んでください。正直喋るのがやっとで。オッケー？ほんで、首からかけたバケツ、どこやってん、お前。せっかくお兄ちゃん作ってくれたのに。ああ。頭がベッドの上にいるのは、紛れもなく彼女。首だけ？わあ。喋れるの？ここでずっと一人でいたのでしょう。もう首だけになってああ、溶けちゃったのか。ああ。寄り添って、あ、笑顔になった。大丈夫ですよ。私が来ましたから。うん。約束通り。あなたに彼女の脳を渡しましょう。こんな時のためにと、彼女から、すごいね、最近の遺伝子どもは。そんなことがすでにできんのかい？俺でもできないよ。人間なのに、手もあるのに、頭もあるのに。彼女はあなたの姉なので、移植はそう難、あ、やっぱお姉ちゃんいるんだ。なんか他にも何人かいそうだよな。姉、僕のお姉ちゃん。あ、かわいい。目が赤い。どう移植するの？私の分まで生きてね。ああ。脳足りた？これで。ああ！脳、あ、そういうことか。言葉がわかんなかったんだ。3番目の子は、本当に苦労した。しかもここでずっとこんな言葉聞いてたの？お姉ちゃん。ひどい腹痛、止まらない吐き気。早く下ろしたくてたまらなかった。1番目と2番目のようにはうまくいかない。だから初めて病院に。え、初めて待って。ああ、もう喋んなかった。3番目はうまくいかないって言ってたよね。俺が3番目かな。うまくいかなくて初めて病院に来たんでしょ？そのせいで俺、すごいことになってるよ、今。ちょっと待って。他のやつも全部聞いてみよう。1と2はあったよね。これが3か。こっちにもあったよな。聞けんのかな、これちゃんと。喋ってるな。聞くの怖いな。いらない。あー、やっぱそういうことか。そうだよな、そんな気したわ。支給なんていらない。取りたい。だけど取るためのお金は持ってない。稼がなきゃたくさんのお金を稼いで、こんなものなくなってしまえばいいんだ。いや、なんとなくね、そうかなとは思ったけど、なんか口にはしたくなかった。いや、俺男だからさ。まあ、正直、分かりかねる部分が多いじゃん。男だと、こういう女性の部分はさ。なんかそんな気はしたけど言いたくはなかった。彼の兄と仲が良かった。彼氏かな？彼について聞けば何でも答えてくれたいい人だった。優しい理由を知るまでは本当に、なんか色恋沙汰的な話ですか？そういうことなのかな？多分だけど。まあ、彼氏のお兄ちゃん、なんだお前。お前の言葉いつまで経ってもわかんねえな。喋ってくれない。彼は素敵な人だった。私にはないものをたくさん持っていた。うん。どいて。どいて、ほんまに、叩きつけるよ、地面に。ここはなんもないんだっけ？ここはなんもないのか。そろそろ来そうだね、さすがに。来るだろ、絶対。あ、喋ってない。喋ってない。マジか、喋ってない。あれ？ちょっと待って。なんか1と2ってどっかで聞けたよな。あれ？でも道全然もうないよね。まあいいか。これで、脳にハイパーコンピューターが備わったんで、お兄ちゃんがもうもはや俺が何言ってるか分かんないぐらいの言語能力俺携えてるからね、お兄ちゃん。さて、そろそろ姉貴の脳をもらったか？知ってたの？じゃあ今まで分かってて言ってたの？あ、すごい、ちゃんと喋ってる。まあな。俺が奥の部屋で起きた時に、一番に会ったのが姉貴だし。なぜかお前の脳がないことも知ってたんだ。そうだったんだ。俺が会った時はまだ喋れたけど、お前はどうだった？姉貴と話ができたか？なんか、私の分まで生きてね、みたいな。うん、ちょっとだけ。そっか。ま、話したところで恋愛の話ばっかだったぜ。なんだって好きな種が。ここから恋愛始めてんのみんな。てかもうそれは、お姉ちゃんとかお兄ちゃんを好きになってるくない？同じ遺伝子だよね、俺ら。俺にはさっぱりだったかな。お姉ちゃんも種さんのこと好きだったんだ。寄り添ってた種のことか。ああ、よくわからんが、お前いろいろ冒険してきたんだな。ま、何せよ、脳を得たんだ。どうだ、気分は。今は微妙だな。そうか。まあ、最初は仕方ないな。じゃあ、その微妙な頭で、もう一度探索してみたらどうだ？今までわからなかった言葉も今ならわかるだろう。ああ、だいたい聞いてきたよ、でも。うん、そうだね。もう一回探索してくるね。やーべえ、これ絶対なんか来るやつやー。けど、まあ。なんか俺聞けてない部分確かにあるし、聞きたかったんだよな。1と2の。1番、喋ってるわ。早くいなくなってよ。あんたがいるせいであの人に嫌われる。早くお腹から出ていっ。女になんて生まれ、うわぁ。脳。あ、脳が。何がある？脳？顔？腕？これさ、お兄ちゃんどうなんの？これ最終的に。脳。お姉ちゃんの脳、わからなかった言葉がわかる。お前らの言葉は？おや、その様子だと脳を見つけたのか？ずいぶん大人っぽくなったじゃないか。わかるの？見た目は変わってないと思うけど。それはわかるさ。こう見えて、半分君と同じしたからね。あ、そうだよね。なんとなくでもわかるのさ。脳があってもそれはわかんないや。そんな時はそういうもので割り切ればいい。今はよくわからなくてもそのうちわかるさ。そういうものなの？そういうものだ。なんでさ、俺の方が成長しているはずなのに、こいつらの方が大人なの？なんなん？遺伝。遺伝。ついていけない。温度差についていけないよ。なんかさっきあんた俺の横を横切ってたよね。絶対。さっきの子だよね。監視を逃れたすんごい超スピードやった子。そこの暇してそうな6番目。俺6番目なんだ。ちょっとこっちに6番目？なに ?3 番目の脳みそをもらったんだってな。そのくせびっくりするぐらいしけた顔してんだな。え、誰？ 6 番目 ?3 番目？頭の子が3番目の子か。で、自分が6番目だから、まあ全員お兄ちゃんかお姉ちゃんなんだね、他は。あそんなの誰だっていいじゃんよ。なあ、そんなことより、お前かくれんぼ知ってっか？俺さっきまで暇でしょうがねえんだわ。相手してくれよ。こいつめっちゃ足速いよね、多分。隠れんのがめっちゃうまいのかな。僕、ママの声聞きに来たんだけど。君は誰なのよ？僕より小さい。あ、身長はちっちゃいんだ。見た目だけで判断しちゃいけねえぜ。そんなことより、ほら、隠れんぼしようぜ。俺を見つけたら、俺の正体を教えてやるよ。あ、まさか隠れんぼ知らないとか？知ってるよ。なんかこいつらすごい、結構、なんか脳が足りてるね、だいぶ。隠れんぼまでもはや知ってんだ。知ってるよ、君は誰なのか知らないけど。そう言われるとなんかちょっとイラッとする。いいよ、隠れんぼやろう。いいね、その向きになった顔好きだぜ。じゃあ始めるぞ、お前鬼な。10秒数えたら探すんだぞ、はい。19、8など、はいや、まあいいや。話してこう。あ、来た。一番目の子をはらんだ時は実感がなかった。まさかこんなに簡単にはらむなんて考えなかったか。もしかして嘘なのではなんて現実逃避をした。あー、なるほどね。まあ、ね。俺は、なんかさすがにそういう経験ないよ。子供ができたとかね。ないし、男と女で差はあるとは思うんだけどさ。2番目の子をはらんだ時はかなり焦った。1番目のように簡単にはいかないかもしれない。とにかく周りにバレないよう必死だった。ほう。え、全員産んでないんだよね、多分。話聞く感じ。なんか大変だ、3番目の子は大変だったみたいな話してたもんな。だから3番目この子か。お姉ちゃんか。お姉ちゃん。僕お姉ちゃんの分まで生きるよ。生き残れんのかなこれ。ああ、こっちもいけんだ。なんか、結構隅々まで探さないといけるところ。あれなんか左右反対の部屋じゃん。あの目玉がいるところの。ああ、ここ。でも何にもない感じかな。別に触れるとこ、漁れるとこ、行けるとこな。いいけど、ここにだけなんかやたら、なんで段ボールとかあるの？俺体の中だと勝手に思い込んでたけど、実は違ったりすんのかな？で、俺何してんだっけ？あれか。口か。え？違うわ。隠れんぼしてんだった、今。忘れてたわ。お姉ちゃんか。お兄ちゃんかな。俺って言ってたから。探してあげなきゃ、あいつ。お兄ちゃんや。力貸してくれや。え、お兄ちゃんは何番目のお兄ちゃんなの？なんか、あいつ何番目だろう。あいつ何番目かわかんないけど、何番目かのお兄ちゃんに出会ったよ。5か、4か5だね、今思えば。あ？小さい子供を見かけたって？俺がここに来るまでに見かけたのは、姉貴だけだった。この辺りに隠れることもないはず。新しい受精卵か？いや、まさかな。お兄ちゃんでさえも知らないお兄ちゃんがいる。この辺りに隠れることはできない。この辺はじゃあ違うのか。隠れてる？なんか、うっすらと見えるのかなって思ったんだけど、まさかこの小谷に化けてたりしない？あいつさ、早かったよね。こいつ犯人違うか。これ下行けないの？今思えば。こいつがさ、ブロックしてくんだわ。そう、下。どけよお前マジで。ほんまに邪魔。怒るで、そろそろ。そう、そうどいてね。こっちは、なんでお前、なんお前ら、あ、てか待って。今思ったら自分の寝室の方行ってないや。今見たらこれ左右対称だな。自分の部屋と。ここ、左右対称の部屋になってるね。なんか見てない？何かに見られてる気がする。君らが何かを見ていたっていう証言。あ、頭見えてる。見つけた。ああ、マジか、バレた。簡単だな、お前。下手くそやな。あ、本当だ、ちっちゃい。見つけたから約束通り。じゃあ次。え、次？誰も一回だけ。なんや、こいつ。なるほど。あ、でもちゃんと結構見えやすい形では隠れてくれるんだね。頭を、は？お前、俺が隠れるからおめえが探せや、じゃあ今度は。頭悪そう。お前、それは、俺の3番目のお姉ちゃんに対しての侮辱だからな。次も俺が隠れるから、ちゃんと探してくれよな。はい、はじめ。お前、じゃあ、俺が勝ったらお前のその腕もらうからな。お前には両腕シャンクスになってもらうぞ。まあ、でもちゃんとしっかり顔はだ、血の跡を見てみると、ここに何かあると思うんだけど、腕が、うわぁ。なんか引きずってるね、確かに。ええー。一応、腕ってさ、絶対お兄ちゃんからもらうよね。絶対お兄ちゃんからもらうよな、腕っての。え、ってかこれ多分左右対称だから反対側にいるやろ。え、なんか、お兄ちゃんの腕はもらいたくないまであるな。一緒にママに会いに行きたい。あ、でもある意味、一つの体になったら一緒にみたいなとこあったりする？パッと見いないね。これさ、上の方に隠れてる可能性あるな。俺下しか見てなかったけどさ、上からひょっこりはんしてる可能性あるね。考えてなかったけど。いないな。あ、これ！おい！なんだこのもっこりはお前！まあ、気のせいか。あ、おい待て！あ、気づいてるくせに無視じゃねえ。おい、聞こえてるだろ？あ、頭悪いね、君。騙されたね。おあ、だんだん面白くなってきただろ。顔が笑ってるぜ。そう言われるとさ、確かにちょっとなんかもっこりしてるの見て笑顔にはなってしまったな。いや、そんなことより君の正体。何人目君？多分この感じは5だろ、お前。俺の方が多分。あ、でも俺の脳は今3番目のお姉ちゃんになってるから実質俺がお姉ちゃんな。え、でも俺性別男だ。ああ、もうわけわかんなくなってきた。知りたいか？まあ知りたいよな。まだ教えない。7番目ちゃう、この子。俺より絶対若いぞ。今度はめっちゃ怒った顔してら。怒っちゃダメ。怒っちゃ。次もお前が勝ったら教え。オッケー？また探すの？いや、次は、おお、今度俺が隠れる番。オッケー。しょうがないな。ほら、早く隠れないと。1、2、3。どこに隠れるのこれ。あ、わかったわ。ここでしょ？絶対。違うんだ。隠れる場所？そんななんか隠れられそうな場所とかあったっけ？あいつどこ行ったん？ほんで。あっちに隠れたらバレちゃう。なんとか意地でも見つかる。絶対に見つからない場所か。あ。あれ？今のは？あれ？さっきまであっちにいたような。あれ？なんか二人いる？あのなんか透明でうっすらとなんお前。なんかもう癒し枠に見えてきたこいつが。あれ？どこ行っちゃった。隠れる場所ね。君なんなの結局。この目玉。何も喋ってくれないんだね。ここ隠れらんないかな。まあ、一回お兄ちゃんに会いに行くか。お兄ちゃんや。一番ここ隠れやすいよって場所教えてくんない？やっぱ頼るべきはお兄ちゃんだよ。お兄ちゃんを遂行してもらおう。どうした？何をすればいいか？隠れる場所教えてくんない？誰にも見つからないような場所？監視から逃げるときにああ、なるほどね。確かに。そうだね。それもそうだわ。監視の彼女も頭にはなかったし、もう、もはや平和すぎてなんか遊んでんだけどさ、俺ら。こんなところに隠れる場所なんてないだろう。あー、目玉野郎の後ろ。ほー、なるほどね。オッケーオッケー。びっくりした。さっきあの子ビヨーンって、あいつもちゃんと脳があるから声聞こえちゃうのかな。ん？上行かないで。行かないでー。俺がそっち行こうとしてたのに。なんか別人臭いよね。なんか目赤いね。てか。ほら。別人だ。両耳の後ろくくってるもん。おい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 。俺が隠れるんだ。おい、おーおー。あら、びっくり見られちゃったわ。あなた今あのアホと遊ぶ。何番目の子か知れるかなと思ったのに、アホだったわ、あいつ。4と5か選択肢だったけど、3番目のアホが出てきた選択肢。似たような人がもう一人。あんなアホと一緒にしないで。身長が足りないと私たちの区別もつかないのかしら。同じぐらいの身長なんだね。俺スレンダーなんだね、結構。確実にあの子とは違うね。ごめんなさい。ほんとキモい。まあいいわ。あなた、妹から脳をもらったみたいね。一番目のお姉ちゃんだわ、じゃあ。いや、わかんない。二番目の可能性もあんのか。もったいないくらいだけど、あなたには。それでどうなの？ママの言葉を理解した上でも。あなたはママに会いたいですか？こいつ何者？もちろん会いに行きたいよ。ちょっと待って。あのお姉ちゃんが君の妹ってことは、そうだね。一番目か二番目だよね。おお、めちゃめちゃ探すん下手くそ。隠れてないけどもはや。アホが増えたわ。誰がアホじゃん、お前。俺はアホカウントしたな、お前。隠れ物途中だった。まあ、アホにはアホの場所に隠れ、バレるよ、こんな。バレるて。言っておくけど、その状態。めっちゃキモいわよ。めっちゃ簡単に見つかっとるやんけ。お前どこに隠れようとしてんのさ。面白すぎだろ。おひゃーひゃー。アホやわ、これは。あの笑い方、アホしかできん笑いやで。俺できんかったもん。アホじゃないから。そこまで笑わなくても。だって、あはは。ごめん、面白くってさ。笑いすぎだよ。っていうより、ちゃんと遊んだんだから正体教えて。まあ、7番目か、アホだろ、これは。ちょっとアホ。まだ何も言ってないの？説明さっさとしなさいって言ったじゃない。キモいのもいい加減にし。お姉ちゃんって感じやわ。ごめん。後でいいと思ってよ。キモ。約束は約束だからな。教えたる。実は、俺らはお前らの兄ちゃんなんだぜ。まあ、一応お兄ちゃんなんだ。5か4。いや、待って、1と2の可能性も、マジこのアホが？私たちは監視に体を取られて、魂だけになった存在なの。だから最初うっすらと見えてたのか。今ここで見ているのは体の失った、意志のある魂でしかないのよ。ほう。お兄ちゃんとお姉ちゃん。二人は僕とたちと同じ双子なの？そんなに似てるかしら？こんなアホと一緒の血なんて嫌すぎるわよ。似てるけど違うんだぜ。血は似てるけど完全一致じゃないんだ。二卵性ソーセージみたいなやつ。俺なんか双子の定義よくわかんないんだよね。俺からしたらこいつは妹だしな。こいつがお兄ちゃんなんて、じゃあお前もアホやないか。アホが増えたな、じゃないね。みんなアホやってん、これ。私は死んでも認めないけど。お姉ちゃんとっくに死んでるのでは？ブラックジョークが過ぎるね。脳が回ってないね、これは。アホやと言われてもしゃあないよ、この状況でそれ言うの。いいじゃねえか、俺のおかげで楽しいだろ？早く死なないかな、このアホ。死んでんだって、お前ら二人とも。お兄ちゃんもとっくになんか、明るいのか暗いのかわからん、こいつら。こいつなんなんだろう。なんかよ、邪魔なんだけど。お姉ちゃんなんでそんなに冷たいの？はぁ？みんながみんな身内に優しいと思ってんの？人からもらった脳みそちゃんと活用しなさいよ。これじゃ宝の持ち腐れね。邪魔だから5番目のとこにでも行ってきなさい。5番目?そういえばそれって何?あなたの双子の兄。手がない方がやっぱ5番目のお兄ちゃんで自分が6番目なのかな?アホが 1? 俺こいつの妹なん弟なん?あなたたちは5と6。なるほど。あれ ?4 が抜けてない ?5 と6が俺たちでしょで、1がアホで、2がこの冷てえやつ、3が脳で、4がまだ出てきてない感じか、これ。で、1と2が、1と2と3か、がもうなくなっちゃってて、5と6の俺が生きてんだろ?じゃあ4も多分もうなくなっちゃってんのかなこの感じは。でも、割と直近まで3が生きてたもんね。じゃあ別に4が生きててもおかしくない。お兄ちゃん、なんかいっぱいお姉ちゃんたちと会ってきたぜ。ね、お兄ちゃん。僕らの兄ちゃんと姉ちゃんに会ったよ。あ?俺らの?全然知らないな。1番目のお兄ちゃんと2番目のお姉ちゃん、違う。1番目のアホと2番目のお姉ちゃんなんだって。それで脳をくれたのが3番目のお姉ちゃん。5番目がお兄ちゃんで、6番目が僕なんだって。4がいないんだよな。それだ、そうだよね。4番目が空いてる。聞き間違いじゃないのか?確かに聞き間違い。アホかもしんねえ、俺も。会ったことないから姉貴以外は知らないな。会わないなりに理由があるのか。ちょっと、4番目の子は実はもう生まれてんじゃないの普通に。ちょっと気になるよな。聞いてくるか。4番は生まれてる説がなんか俺の中でちょっと出てきてます。で、また子供作っちゃって、もう子育てもしんどいし、なんかいろいろ嫌だみたいな感じだったりする?こん中に4番目放り込まれてないよな。お兄ちゃんおぶってここに連れてきてもいいんだけどな。でも俺手がないからおぶれねえわ。あれ?てかさ、俺4番目はって話聞こうと思ってたんだけど、あれ?この子に、てか俺こいつアホと話してなくね今思ったら。アホ?お前のいろんな顔見せてもらったぜ。全部面白くて全部いいが、一番笑ったか、なんか好きになりそう。お前は笑った、好きになりそう。一番いいぜ、笑った顔が。そう言われると。またイラつくか。なんでやねん、お前。恥ずかしい。恥ずかしい顔も、なんだこいつ!なんかラブストーリー始まっちゃう。なんかこいつの周りバリア張ってんだよな。こっからしちゃいけないんだけど。もうちょっと、いろんな部屋を探してみるか。この感じは。喋れるよ。喋ってるけど、これ多分関係ないよね。そうだよね。こんな簡単に払うなんて嘘だ。俺が放棄したい。なんかやっべえ。守ってくれてる。お前どけバカ、邪魔。お前邪魔。何こっちゃんねん。これそういうことか。なんか最初もそうだったけどさ、なんかあいつ動かなくなるところが微妙にあるなって思っててん。あれか。守ってくれてたんだ。姉ちゃんたちが。なるほどね。だから最初見えたんだ。わあ、ありがとう。行かしてもらうね。お兄ちゃんお姉ちゃん。助けてー。こいつ一人じゃない。もしかして監視って、一体だけじゃないのねえ。戻れない。戻れないよ。ちょっと喋ってみる ?2 番目の子をはらむ。同じこと言うけど。2番目の子は、お姉ちゃんか。1番目がアホだったでしょ。かなり焦った。1番目のように簡単にはいかないかもしれない。とにかく周りにバレないように必死だった。1番目はアホだったからうまくいったって感じ。お兄ちゃんとお姉ちゃん。眠たいのね。なんか今右にいた。今一瞬右に映ったね。あれなんでベッドの上にいんの?おお、かっこいい。4番目?お兄ちゃんか?おはようございます。おー、4番目臭いの来たー。気分はいかがでしょう?怪我とかありませんか?ないけど。もしかして君会ったことあるよね?会ったことある?気づきましたか?そうです。あの時助けていただいた、あ？あの、日が伸びたやつ？成長したんだ。種でございます。ああ、またお会いできて嬉しいです。ん？え？ 7 番目？意外と君が4番目だったり？なんともまあ立派になって。確かに驚きますよね。一番驚いているのは私ですよ。というのもですね。私はあなたのお姉様より伝言を預かったので、伝えに来たのです。お姉ちゃんから？でもなんでお姉ちゃんって。でもお姉ちゃんってもういないよね。はい。体はすでに溶けて消えて、3番目のお姉ちゃんの話してるのかな？この感じは。脳をくれたお姉ちゃん。私もこの状況が不思議なのですが、どうやらあなた方は体を失うと、体のない魂だけの存在になるんですよね。そうだね、その証拠に、目が赤いのがそういうことなんだ。目の色が赤になりました。目が赤くなると死んだってことになるんだ。みたいですね。ですが体がないということは、ママに会えないということになるので、あなた方はまだ油断は禁物ですよ。まあ一応まだ生きてんだな。わかった。まだわからないことがあるんだけど、なんで君の姿はお姉ちゃんじゃないのかな？それが私にもよくわかっていません。最後を迎えた時、触れていたことが関係しているのか、体の性別的には半々みたいです。ほう。確かに胸っぽいのある？若干。じゃあ、おねにちょあんだ。おねに？それで伝言って何？ありがとう。次の話に行ってくれて助かった、俺は。すいませんね。余談でしたね。では、本題に入ります。お姉様から預かった伝言。この部屋の奥に弟の足があった。ええ。この部屋の奥？それはあなたのお兄さんのこと。本当にやった？どうやら4番目の方が隠していた？へえ。それを5番目の方が出て行かれた後、目撃したと彼女が言っていました。なんで隠すねん。渡せや、お兄ちゃんに。4番目ってどういう人なの？彼女は私を奇形と言ってました。彼をか。彼女は彼を奇形と言ってました。あの方の血はあまりにも濃いと言っていましたが。すみません。彼女はあまり4番目の方について話すことはなかったので。そっか。まあいいや。それよりも、お兄ちゃんの足持ってくね。とてもいい笑顔です。お兄様のことが好きなんだって、ここまで助けてくれてるからね、あのお兄ちゃんね。お兄ちゃんと僕は、双子だからね。身長全く同じやね。似てますね。俺でも、こここれか。口に加えて持ってくの？お兄ちゃんの足はここにあるのかな？でも君触れないもんね。両腕がないと探すの不便でしょ。そうだね。私も、でも、触れないよね。探すは別にできるって感じ？ありがとう。すごいですね。口に加える発想ありませんでした。なんなら私が持って、持てんの？いってらっしゃい。人の体があるっていいですね。私が種の時は、体は四肢がなかったもので、守る力もなく、彼女の体を持っていかれてしまう。無力を悔やんでも仕方ないですね。あなたは、お兄さんを助けたい。これお兄ちゃん助かんのかな？一緒に出れるのか。あれ口動いてない。さっき動いてなかった口。こいつなんなんマジで。こいつ4番目説が俺の中で結構濃厚なんだけど。実はプルプル震えながら、あいつ何の関係もなく終わったらどうしよう、このゲーム。なんか喋ってる。今までごめんなさい。何度も何度も、私はあなたたちを殺したのね。だけど、5番目のあなたは絶対、幸せにしてあげるから。でも足持ってかれてんだか、5番目。俺のお兄ちゃん。わかんねえな。ほへは、あへあへあへって、おいマジかお前。足じゃん。お兄ちゃん、これでお兄ちゃんの足元に戻せるよね。戻せんの？体なんて。ああ、まだ溶けきってないみたいだから。おええー、でも不思議なもんだ。どこで見つけたんだ？4番目の人が隠してたんだって。おねんにーちょあんが言ってたよ。あ？おねんにーちゃん？誰だそれ。3番目のお姉ちゃんとくっついちゃった。タネさんとお姉ちゃんのことだよ。くっついた？まあよくわかんねえけど別にいいや。隠したのが4番目ってやつなのか。4番目はいいやつか悪いやつどっちなんだこれ。関心にちぎられた後、奪い取ってくれたってこと？振り返らなかったからな。その時に持っていかれたのか？その時に持って行ったのか？だとしたらいけすかねえな。なんか助けてくれた気もするけど、そうじゃない気もするよね。持って行ったのはいいとして隠していたなんて。なんで隠してたんだろう。4番目の人探してみよっか？会えないってよりは、もしかしたら俺らを避けてるか、なんかね、そんな空気がするよね。なんか5番目のことはママがすごい幸せにしようとしてたよ。6番目の Y のことを誰も触れてくれへんけど。だとしたら探しても無駄だろうな。あとはお前の腕も、転がってんのこの辺に。お兄ちゃん、俺なんかもしかしたらあそこかもしれないみたいな場所がある。俺ももう少し安静にしたいし、お、やったー！歩けんの？おお！もう、でもまだ無理な感じか。俺らの体って結構便利だよな。お兄ちゃんでかくね？関心にちぎられたとしても、溶けきらなければ大体はくっつくからな。でも大部分取られるとすぐ溶けるよな。関心に持っていかれた体はどこに行くんだろうな。確かにどこに行くんだろう。僕のでどこにあるのかな。俺の足が完全にくっついたら、俺もお前の腕探すよ。出てこなかった場合は、大丈夫。なくても、きっとママには会えるよ。そうかな。なんか方法があるまで気長に考えようか。そして一緒にママに会いに行こうな。そんなフラグみたいなのやめてよ。双子だもん、一緒に行こうね。そうだね。双子っつって片割れしか出てこないのなんかすごいあれだよな。約束だよ。不安すぎる。この約束は不安すぎる。どうすればいいか。なんかね、なんとなくでも腕の場所はわかるんだよ。俺はまだ安静にしていないといけないから、その間に怪しいところ、わかる。手がかり、わかる。別に俺が探すの面倒だとか、そうなんだね。もう双子は今日までやね。また喋ってる。あなたを迎える準備が楽しくて。だから早く元気にここへ来てね。何こいつ。ママのことこいつとか言っちゃってるもんね。で、もうなんとなく想像はついてるんだけど、多分ここだ。あれ？目玉がいない。ここでしょ。やっぱりここが怪しいかな。でも今の状態じゃ探せないから1番目のお兄ちゃん。それとも2番目のお姉ちゃん。あと3番目のおねにちゃん。誰かに手伝ってもらえば。いや、まあ、とりあえずアホは違うやん。アホ以外なんだけど、俺の中で。お姉ちゃん、いや、おねにちゃんだな。おお、来てくれるんだ、そんなすぐに。おや？そこで何をしているんですか？ちょうどいいところに。今僕の腕を探してるんだ。でも腕がなくて探せないから、手伝ってくれないかな。手伝ってもらってばっかりで、ごめんなさい。大丈夫ですよ。そもそも私は、あなたに助けてもらった身なので、むしろこちらから手伝、なんていい人なんだ。ありがとう。じゃあこの箱の中なんだけど。わかりました。お任せください。これやばくない？大丈夫？これは、もしかして。もしかしなくてもこれは。弟さんの腕ですよね。溶け始めているようです。もう治んない？なんていうか仕方ないよ。でもどうしてこんなところに。入れられていたんだろう。変なの。4番目の方の仕業でしょうか。お兄さんの足も隠していたようですし。確信できる証拠はないですけど。うん。とりあえず、おねにいちょわん手伝って。何おねにいちょわんって。なんかランマに出てくる人の名前よね。ちゃんにいちょわんみたいなのあるよな。おねにいちょわん手伝ってくれてありがとう。はい。じゃあ私も何か方法を探してみますね。うん。えー、何この分岐。ちょっと待って。他のパターン見ていい？気になるわ。じゃあまあ一旦アホから。アホ手伝ってくれや。あは、こんなとこで何してんだ。かくれんぼの続きでもやるつもり。お前一回ここ隠れてみろよ。ここにだけ隠れろよ。ここ以外隠れたらしばくぞ。かくれんぼはしないかな。なんだよ、しないのかよ。宝探ししてるんだ。おー、うまいね、誘導の仕方が。僕の腕なんだけど。ああ、なんそれ面白そうじゃん。5番目の足の次はお前の腕探しか。あれ、なんで腕、ああ、そっか、知ってんのか。いいぜ、協力する。んで、何すればいいんだ？この箱の中が気になって。ほう、まずは、この箱ってわけだ。よーし。あ、同じ感じになる感じこれ。わっ、お兄ちゃん見えないよ。うるせえ、お前見るな。見たらかくれんぼ100回の刑だ。理不尽だ。おー、見せてくれないんだ。ちょっと中に何があったの？お前が見るのはまだ早いな。ハードなドスケベグッズがあったわ。え、マジ？お母さんの趣味やろ、それはもう。ドスケベ？一体どんな？まだ知らなくていいっつーの。とりあえず、お前の腕は入ってなかったぜ。あら、優しいんだ。お兄ちゃんのところ戻って、あれ？うわー、めっちゃちゃんと分岐これ。しっかり分岐臭いな。ちょっと待って。マジか。お姉ちゃん、手伝ってくれよ。なんかすんごいね。そんなに髪の毛ぴょんぴょん跳ねてるんだ、お姉ちゃん。あら、あなたここで何してるの？お姉ちゃん、今僕の腕を探してんの。できれば手伝ってほしい。腕を？関心取られたんじゃ探しても無駄でしょ。諦めたら？え？無駄でも少しくらいは何かあると思って。そんなのあるわけないでしょ。アホじゃないの？そんな、でも諦めきれないよ。ママに会いに行くなら腕があった方が。はぁ、キモ。ママに会いたいなんて、私には理解ができない。ママに会いたい。お姉ちゃん、もしかしてママが。まあ、一番目は本当に望まれてなかった感じだったもんな。私は手伝わない。じゃあね。あ、違うわ。2番目か。1番目はアホだもんな。お姉ちゃん、ママのこと嫌いなのかな。え？ええー、はあ、ちゃんと別れ。じゃあ、これあれかな。3パターンでセーブ分けておくか。じゃあ、ちょっと、3番目の、まあ、一番最初に選んだし、3番目から行ってみますか。ってことで、おねにちゅわんと一緒に腕を見つけた状態です、今。あなた迎える準備だ。本当なのそれ。お兄ちゃん。腕一応見つけたんだけどさ。僕の腕あったんだけど、溶けかけてた。おい、マジか。溶けちまうとくっつかなくなっちまう。急いで溶けかけのやつ持ってこい。まだ大丈夫。あ、まだいける？ないことには何もできん。確かになんで俺持ってこなかったんだ。アホか。話はそれからだ。わかった。おねにいちわんに頼んで持ってくる。おねにいちわん。おねにいちわん、これ、これ、なんかやばそうだな。多分ここだろ？おねにいちわんいんの。おねにいちわん！あ、おねにいち、あれ、なんでこっちに目が移動してんの？あれ？目玉さんがここにいるの珍しいね。あと、おねにいちわんもどうしたの？あ、どうも弟さん。なんかこいつ怪しくね？実は私気になることがありまして、目玉さんに聞いているんですが、すぐ黙るんですよ。もう。なんか溶けてない？なんか、最初に出会った時よりもさ、吹き出し溶けてない？目玉さん。この通り黙秘するんです。否定するわけじゃないのですが、肯定するわけでもなく、困りました。あんたが腕隠したんか、もしかして。何を聞きたいの？ 4 番目のことについて。私が思うに4番目の方はこいつ？やっぱそうだよね。なんかそんな気がしてたわ。じゃあ悪いやつではないと思うぞ。多分。最初になんか見守ってくれてたし。目玉さんが4番目？でもおかしくない？この姿じゃ。弟さん、姿がおかしいのは、私も一緒ですよ。ああ、言われてみればそうだね。そっか、おねに一番だもんね。おっぱいもチンコもあるんだもんな。でも、目玉さんは、僕らと同じ姿じゃないよ。私たちとは違う姿のものとくっついた。監視とくっついた？もしかして。違うな。なんだと考えたらわかりますか？僕らと違う姿で他にくっつく。もしかして。本当に監視とくっついたってこと？そんなまさか。図星じゃん。監視って俺道具だと思ってたんだけど、そういうわけではない。目玉さん。私にはともかく、弟さんには必要あると思いますよ。彼女が、3番目が見た4番目のことが、3番目が見た4番目。お姉ちゃんが、脳をくれたお姉ちゃんが見た4番目のことが、あなたで間違いないのであれば、なぜ彼らの体を隠したのでしょうか？俺の脳を覚えてないか？これが4番目だって。その前にどうして奪ったのですか？目玉さん、本当に。そもそも、腕、取って、お兄ちゃんの足取ったのこいつってこと？本当に僕らの手足を隠したのは目玉さんなの？違うか。監視に取られた後こいつが隠したってことか。だったら知りたいな。確かに、隠したのは私たちです。私たち？しかし、指示をしたのは、2番目？お姉ちゃんだよな。2番目？お姉様のことですね。なぜそんな指示を？もともと5番目と6番目を、同時に殺してほしいと、言われました。理由はママに合わせないため。ママに合わせないため？なんで？それだとおかしいことがありますよ。それなら、なぜ人思いに殺さなかったのか。4番目と融合した今の私は、手足を少しずつちぎることができる程度です。なので少しずつちぎっていって、同時に殺す予定でした。しかし。あれか、寝てる時に俺手ちぎられてたってこと？隠し場所がバレてしまったようですね。お姉ちゃんが目玉さんに言ったんだね。お姉ちゃんにちゃんと聞いて、大丈夫ですかそれ。じゃないと今の僕納得できない。僕はお兄ちゃんとママに会いに行くって約束したから。でも目玉が動かないんであれば俺ら手足これ以上ちぎられることないよね、多分。入っちゃった。弟さん待ってください！私も行きます。俺、これなんかまた俺トゥルーエンド引くパターンじゃない？一発目に。おぉ！一つ目だ。それが幸せとは限らないよ。やばい！やばいよ！こんな時に監視が来るなんて。弟さん、一旦落ち着きましょう。とりあえずどこか部屋に隠れるべきです。じゃ、一回戻ろう？それは。そうだね。もう、そっちから来んのか。早くあちらに逃げましょう。はい。逃げます。なんか目つぶってんな。この監視、目つぶってんな。そっちに逃げた。あれ？部屋が塞がれてる。何これ、塞がってる。お姉ちゃんの仕業か。何が起きているんでしょう。奥の部屋なら空いてるかもしれません。奥の方に、お兄ちゃん！もしかして眠いですか？でしたらここにいるのは危険です。でもお兄ちゃんと。大丈夫。でもまあこの子たちは体ないから大丈夫なのか。私は監視が現れないように見張っています。弟さんは早く奥の部屋へ避難してください。うん、わかった。あ、やべ。やべ。お兄ちゃんとちょっと会話したい。奥の方から何やら漏れてますね。何も起きなければいいのですが。なんだか胸騒ぎがします。私はここを見張っているので。何が漏れてんだ。これ、うわ、なんかもうここやばいやん。足がもう。お前、あれか？お母さんがさ、5番目を早く迎える準備できてる、早く会いたいみたいな話してたじゃん。あ、ママと会えなかったから、そんなことさせないみたいな話？お姉ちゃんが、なんで5番目だけみたいな話？ 5 番目の子は双子だった。けれど、私の体はもう2人も抱えられない。せめて2人一緒にバイバイ。もう体力的にきつい。双子は産めない。からせめて、二人一緒に、バイバイしたかったってこと？あ。ダメだったんだ。おい、ママ何だったんだよ。5番目の子に早く会いたいとか言ってたのに。エンディングさん、一緒に。はあ、マジか。あれ、こっち見てない？死んじゃってる！目が赤い！ちょっと待って、これどっちですか？お姉ちゃん止めないかんやろ。じゃあまずアホから見ようか。アホから行くべきだろ、これは。一回、ちょっと癒されたさもあるやん。アホに。アホ。アホ。アホ、出てきて。でもこいつが一番まとも説。いや、こいつが一番まともやったんか、じゃあ。いや、別におねにいちはもうまともだし、お兄ちゃんもまともだったんだけどさ。一番お兄ちゃんしてるわ、こいつが。キリッとした目で。なんかこういう、表と裏じゃないけどさ、できるときはできるの、なんかかっこいいの、ずるいな。アホが急になんかちょっと真面目になる瞬間ってかっこいいよな。でもそれってさ、結局不良が猫を拾うみたいなのと同じ感覚だと思うんだよね、俺。結局マイナスの部分からプラスになるから、余計そのプラス幅がでかく見えるだけって話だ。あなたの迎える準備が楽しくて楽しくて。だから、早く元気にこう。だから本当は双子だと思ってなかったんだよね、多分。5番目の子もできちゃったけど、でももうそれは産もうというけ。あれ？お兄ちゃん、違う。お兄ちゃん歩いて行ったんだ、多分。どこに行ったんだろう。移動したんでしょ？歩けるようになったから。嘘だろ。嘘だろ。全部死んでる。なんで？これさ。どこ行けばいい？あの、あ、鬼、待って、お兄ちゃんもなんかやばいのこれ。お兄ちゃん。どこ見て喋っとんお前。お兄ちゃん右見てるし、俺下見てるやん。誰も顔合わせようとしてない。何やこれ。ん？ああ、お前。ああ、お前か。どこ見て喋ってんだよ。お兄ちゃんは向いてくれたんだから、お前も向け、向こう。足大丈夫なの？あれ、なんか。待って、これさ。あの足になんか細工されてたりしてない？これ、もしかして。ああ、もうしっかりくっついたぜ。鳴らすついでに少し散歩してたんだ。そっか。じゃあ一緒に腕探そう。ああ、そのことなんだが。このさ、ここが溶けるのってさ、監視っていう証拠だったりしない？このテキストの部分が溶けてる表現は。お前の腕、見つけたぜ。本当に？どこにあったの？お前、誰かからちぎったりしてないよな、その腕。こっちだ。ついてこい。そっち？そんな方、待ってんだけど。ほら、監視なんだよ、この溶けてんのって。で、くっついたさ、4番目。あいつちょっとだけ溶けてたんだよ。あれこれお兄ちゃん完全に監視ってこと？これがあなたの願いならば、ごめんなさい。ママ。あ、これあれか。4番目か。この道。あなたの願いならば、ごめんなさい、ママ。お姉ちゃんってこと？お姉ちゃんの願い？ねえ、お兄ちゃん。本当にこっちに僕の腕があったの？どこ？こんな道あったの？そもそも。こんなところ一度も来たことないよ。ああ、お前は来たことないな。でも俺は来たことある。だから安心しろ。うん。ああ、早い。お兄ちゃん。なんでずっと顔そらしているんだろう。帰れない。でも先に顔そらしたの俺だったからな。お兄ちゃん悪く、あれ？この辺りぬかるんでる。どうしよう、このままじゃやばい！倒れたら溺れちゃう！お兄ちゃん動けないよ！腕ないんだよ、俺！お兄ちゃんね、どこ行ったの、お兄ちゃん。うわお。血の雨だ。なんか降ってきた？雨？全身が痛い。何これ？溶けてる？あ。ママ。あ。誰？誰かが今手差し伸べてくれたな。誰？これ何のエンディング？お兄ちゃんは何だったの？死却。なんか血の量増えてない？さっきより画面に。これ、ああ、後ろにここお兄ちゃんの、あれか？双子だと、出産するのしんどいから一人だけでもってことでお兄ちゃんだけが出ていったってこと？ 5 番目のお兄ちゃんは望まれてたもんね。ママから。俺だけが、一緒に出られず犠牲になったってこと？わかんねえや。迎える準備が。これお兄ちゃんいる？あ、いるわ。お兄ちゃん！お兄ちゃん背でかくない？やっぱり。お兄ちゃん、これ、もう整形やん、もうほぼお兄ちゃん、それ。足長いってお兄ちゃんだけ。どうした？何をすればいいか聞きに来たのか。腕を見つける手がかりなしか。仕方ないか、こればっかりはどうしようもない。ああ、そうだな。代わりになるものがあればいいのかもな。代わりになるものなん?代わりになるもの?これお姉ちゃんルートだよね。なんなんこいつ結局。4番目ですらなかったし、こいつ。これただうっとしいやつやんな。いいぞ、お前はママに会わなくて。迷惑かけるから、お前は。おい。なんで?いや、ちょっと待って。ん?この子が、いや、でもこいつ殺そうとしてるよな、俺らのことな。実はいい人だったパターンかなと思ったけど、違うな。私ね、夢を見ていたの。ママに会って、パパに会って、そして幸せになるんだって。あれ?ちょっと、なんか忘れてたんだけどさ、さっきのさ、お兄ちゃんって目赤かったっけ?さっきのエンディングの時のお兄ちゃんの目の色見てなかったわ。そして、幸せになるんだって。パパとママに会ってな。私、ママに会ったことある?だけど、生まれた瞬間、私ハサミで切り刻まれたの。何が起きたのか何もわかんなかったわ。痛くて叫んでもママは手を止めなかった。そして魂になってここに戻ってきてママの声を聞いたの。私いらない子だったの。邪魔な存在だったの。私嘘でもママに愛されたかった。でも愛されなかった。だけど私が体を失って、初めて妹ができた時、純粋に嬉しかった。そして、この子は、ちゃんとママに愛されますようにって、3番目か。心の底から思った。その時はまだ、ママのこと信じてたの。でも実際は、あれか、だから、下の子たち、俺らのことも、ママに会わせたくなかったのか。同じような思いしてほしくないから。私と同じでいらない子だった。私この子のお姉ちゃんなのに、何もできなかった。この子はママに会うこともなく、監視に襲われてしまった。優しい子だったのよ。笑顔が可愛くて利口だったの。うん。あんなポンな俺の頭に入れたら俺賢くなれたぐらい利口だった。ママの声が聞こえた時もこの子は、笑顔を絶やさなかった。こんな子いらないとか言って殺すママが、もう今は信用できない。ああ、やっぱそういうことか。あんなママに合わせるくらいならあなたたちを殺してあげようってそう思ったの。じゃあ僕らの手足を隠したり、監視が来たり。あれはお姉ちゃんがやったってこと？監視が来たのは違うんじゃないの？そうね。間違ってないわ。4番目に頼んで殺そうとしたの。だけど、結局私が殺そうとしたことに、変わりないわ。4番目の人は僕らを殺せる？ちょっとずつしか無理って話してたよな。監視しか思いつかないよ。あ、そっか。俺はあの子、4番目が監視だって分かってるから、これなんかちょっと、あれか。このルートだとまだ知らないんだもんね。正解。あなたたちの手足をちぎったのは、監視とくっついた4番目。3番目と種がくっついたみたいに2人ともくっついたのよ。そしてそれが、監視ってなんか物理的なもんだと思ったら結構概念的なものなのかな。あなたをずっと見ていた目玉ちゃんよ。目玉さん4番目だったんだ。でも僕らと姿が違うんだね。4番目の奇形が関係し、ああ、そういうことか。なるほどね。なるほどね。なんか奇形の話あったもんな。私たちとは違うのは仕方ないわ。二人は好きな時に好きなように監視と4番目に変身することができるの。なるほどね。それを利用してあなたたちを殺すよう命じた。表向きはね。表向き？じゃあ裏向きは？いえ、これはあなたが気にすることじゃないわね。なんでもないわ。ん？表向き？あれ？ん？殺そうとしたのが表向き？だけど結局のところ、あなたたちはどちらかは必ず死ぬわ。お母さんが耐えらんないんだもんね。え？あなたたち双子の場合は少し難しいのよ。このままの、ああ、あれか。ああ、そういうことだったのか。なんかこんな、もう傷だらけなんだね、体が。端子がそういうことだよね。たくさん出入りしていたせいで。私たちのこの空間が限界なの。二人一緒にここから出れば、ママもあなたたちも、全部なくなる。どちらかが生き残り、どちらかが死ぬ。影からあなたたちを見て分かったわ。あなたたちは二人で一つなのね。だから二人を同時に殺そうって思ったの。双子だからね。お姉ちゃん。お姉ちゃんかわいい。私は、あなたたちのためにだなんて。結局私の独りよがりよね。あなたたちの意思なんて考えてなかった。今更謝ったところで許されるとは思ってないけど。ごめんなさい。意外とまともでよかったな、お姉ちゃんが。じゃあみんないい人やん。いいよ。え？お姉ちゃんが僕に冷たい理由が分かったよ。お姉ちゃんも辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら、同じことをして、いや、俺もしてたかもしんねえな、もし同じ立場だったら。だって正直、ママのこと憎んでるやん。ここまで言ったら。それは当然なんだけど。ってなったら、自分がさ、愛してる妹弟たちに同じ思いさせたくないよね。ましてや、生まれてから赤ちゃんで間もない頃にそんな切り刻まれるなんてよっぽどよ。僕らは大丈夫だよ。自分たちのことは自分たちで何とかする。なんたって僕には、おねにちょわののもあるからね。おねに？3番目のこと言ってんの？お姉ちゃん話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくる。ちょっと何聞いてんのよ。あら。な？あいつらは大丈夫っつったろ？やっぱり隠し事は楽しくねえしな。そうね。でもまだ。ま、一気に吐き出す必要はねえだろう。もう少し気が落ち着いてからにしておけよ。なんか、表向きがどうたらって言ってたもんね。ほんとそういうとこキモい！シェッ！てか、もうとっくに死んでるっつーの。同じように悩んでるね。やはり感情移入するというのはこういうことなんだろうな。俺も全く同じ気持ちでってなってたよ。勢いで飛び出してきたのはいいけど、ここに来たら緊張してきたな。どっちか一人だけなんてどう言えば。てかさ、お兄ちゃんあの一人だけ抜け駆けエンド何だったのあれ。あれ何？お兄ちゃんなんでやっぱ、弟なんていらねえわってなったのお兄ちゃん、それ。どうなんその辺はお兄ちゃん。お前ええんかそれで、ほんまに。ねえお兄ちゃん。こんな明るい BGM で話す内容ちゃうと思うけどな、これ。お話があるんだけど。お、なんだそんなしょぼくれた顔して。なんか誰かにそそ抜かされたんかな。さっきのお兄ちゃんは、2番目のお姉ちゃんから聞いたんだけど。ああ、一人しか残れないと。そりゃ、しょぼくれ顔にもなるわな。お前はどうしたい？僕は。どっちですか？正直なこと言っていい？ゲームをしてる俺目線としては、お兄ちゃんに言ってもらいたさある。けど、6番の気持ちになった時に俺はでもママが会いたがってんだよな、お兄ちゃんに。俺は、俺の本心はこっちです。だから、一旦逆張りします。こういう時にはトゥルー行ったりすんねん、俺。僕はママに会いたい。でもそれは、お兄ちゃんと一緒にっていう意味だからね。まあ、それはそうだね。それは同じ気持ちですけど。そうか。俺も半分同じだ。半分？え？半分ってどういう、一緒に行きたいけど、お前に行ってほしいみたいな話してんの？俺はいざとなったら、ああ、そういうことか。お前をさっき全然優先してくれへんかったけどな。だから、確実な一緒は無理だな。僕が一人で行くってこと？ああ、そういうことだ。そんな約束したのに、なんか別の方法があるかもしれない。お兄ちゃんの足だって治ったんでしょ？一緒に方法を探そうよ。お前はびっくりするほどまっすぐで、びっくりするほどバカなんだな。本当に俺の弟か？弟だからお兄ちゃんも本当はバカなんだよ。一緒に行きたいの。それに今までお兄ちゃんがいなかったら、僕だってここにいないかもしれない。まあ確かにな。めっちゃバカだったからな、あの時。普通にその辺で誰かに食われて死んでたよ。僕、お兄ちゃんが一緒じゃないとダメなんだよ。なあ、お前は俺がいなくなっても覚えててくれるか？え、何それ。そんなの答えたくないよ。本当に。いなくなるみたいなこと言わないでよ。ああ、仕方ねえ。わがまま弟だな。わーったよ。一緒に、行こう。お兄たん。ただし、結局二人が行ける方法がなければ、結論は俺が出すから。そっか。それまで一緒にいるだけだ。じゃあ絶対見つけないとね。一緒に出る方法な。トゥルクセー。おお！一緒に行くパターンもあるんやね。あれなんかトゥルークさ、こっち。まあ、か、別に。ごめんな、ママ。頑張って。ママ、頑張ってな。俺ら二人で出るからね。ママが頑張れば済むだけの話やん。お前、今まで、どんだけお姉ちゃんお兄ちゃん苦しめたと思ってんねん。最後ぐらい頑張ってくれや。ここにちなみに俺の腕あったで、お兄ちゃん。ここをお姉ちゃんに見てもらいたかったんだけど。やっぱり何が入ってるのか気になるな。お兄ちゃん探してくれないかな？スケベな何かが入ってたりして。スケベってどんなやつ？例えば？ああ、答えてやろうか。ただやめろ。おっぱ、やめろ。でもお兄ちゃんの足治ってよかった。なんか2杯みたいになってんね。お兄ちゃん。お兄ちゃん足が2杯みたい。あ、アホか、これ。よ。あは！ 5 番目を連れてきたんだな。答えは決まったってか？2人でママに会う方法を探してんの。なんだってまあ、無謀なことするね。それでもそれが二人の答えなら、俺は協力すんぜ。まあ、あいつは怒るかもな。やっぱり怒られるかな。でもどちらか選べなかったら、こうするしかないと思って。まあ、どちらも選べなかったからか。ああ、いいね。何もしないで終わるのも嫌だろ？最後まであがきな。頑張るぜ。あれ？なんかこっちの方がトゥルーエンドな感じしてるよ。あ、みんないる。お姉ちゃん。あら、やっと来たわね。結論が出たってことかしら。結論は、二人でママに会いに行きたいの。はぁ、舐めてんのいや、違うんすよ。これには深い理由があってさ、そう、舐めてないねん。そんな生半可な気持ちで生きてねえんだよ、俺らはよ。これから方法を探そうと思ってですね、ほんとアホな弟たちね。ごめんなさい。二人が一緒に行ける安全な方法は、私が全部調べ尽くしたわ。それでも。残念だけど、ママの意思。私たちが逆らうことはできない。へえ。そういう風にできてる。まあ、どうしようもないよね。そこに関しては、確かに。じゃあ、二人一緒には行けない。本当に行けないの？そんなに一緒に行きたいなら行けばいいわよ。え？いいの？アホに何言ってもダメなことはもう学んだわ。ちょっとそこの5番目、ちゃんと聞いてんの？ああ、ちょっと、お兄ちゃんのことだよね。ちょっと待って、これさ、エンディング3つプラス1個って書いてたんだよね。3つプラス1だな。今まだ俺2つしか見てないから、あと2個残ってんだな。だからさっきのルート分岐かな？お兄ちゃんだけ行かせようとしたやつ。お兄ちゃんのことだよね。そういえばお兄ちゃん、さっきからずっと無反応だけど。おね兄ちゃんか。もしかしてお姉ちゃんたちが見えてないの？俺の話してんの？ぐちゃぐちゃなってる俺頭の中が。お兄ちゃんか。こいつか。こいつが、この子たちのこと見えてないってことか。お兄ちゃん、今のお姉ちゃんの姿見えてる？見えないな。見えないんだ。あら、見えてないの？なぜかしら。なんでだろう。僕は見えるのに。俺死んでね？でも目赤くないな。まあいいわ。とりあえず危険を伴ってもいいなら、二人で行けなさい。私たちがサポートしてで、そんなことしてくれんの？ 5 番目にも伝えておいて。ありがとうね。お兄ちゃん怖い。なんか水の音が聞こえる。おい大変だ。雨が降ってきたぞ。雨がどうして今？わかんねえ。他の場所からも、急に水漏れしてるみたいだ。とりあえず、見ればわかる。こっちに来い。やばい、これ体溶けちゃうやつじゃん。お兄ちゃん、外で雨が降ってるんだって。僕らも探しに行こう。確認しに行こう。うわぁ。急に水音が、水音が聞こえたから見てみたら、こんなことになってたんだ。雨は何度か見てるが、こんな水没初めて見たぜ。お兄様たちでも初めてなんですか？これは異常事態に違いありませんね。思ってたより深刻なことになっているのね。誤算だったわ。何が起きたの？ストップ！お前ら雨に触れんじゃねえぞ。この雨は体を溶かす有害な雨だ。そういうことだよね。溶ける？受精卵が現れると降るんだ。私たちは大丈夫だけど、あなたたちは中にいなさい。部屋の中からも漏れてんぞ。これ痛いんだね、触ると。お兄ちゃんたちが言うにはね、この雨は僕らを溶かしちゃうみたい。なんだってこんな急に。拒否してる？体が。限界？部屋の中もダメとなると時間の問題ね。私たちが周りの様子見てくるわ。でも、さっきも言ったけど、私たちは体がないから、結構自由が利く。いい体だね、ある意味。あとはアホと3番目。おう。お前もうそれでいいんだね。はい。二人がちゃんとママに会うために協力してちょうだい。とりあえず他の場所がどうなってるのか、それぞれのタイミングでしばらく聞いて。了解だぜ、任しとけい。了解です。僕たちもなんかできることないかな。あなたたちができることは身を守ることね。まあそうだよな。つまり部屋から出ないように。オッケー。ちょっとキモい返事しないでくれる？ごめん。ちょべりばーとか言ってればよかった？ちょべりぐーの方がよかった？はい。もう分岐が多い、このゲーム。待って、誰を監視するってなってたね、今。お兄ちゃんから見てみますか。間違いで生まれた1番目。必要のないのに出てくるなんてなんて親不孝なのかしら。いやいや、お前が作ったんだろ、子供。そんなこと言うなよ。間違いでとかないねん、子供が生まれることに。どうせ未熟児なんだから生まれたってすぐ死ぬくせに。お前なんか生まれてもすぐ、これお姉ちゃんか？違うな。1番目だからアホか、これ。こっち行けんの？行けるんだ。うわ。案の定それは、生まれても泣くことはなかった。用意した、おかん、うわ。嫌なもん見えちまうな。笑えねえ。何今の？鉄パイプあんじゃん。持ってこ。武器か。誰？ねえ、なんで彼を助けるの？どうして体を奪おうとしないの？体を奪う？君たちがせっかく、ママに復讐できるチャンスなのに、変なの。4番か。あのエンディングはお兄ちゃんが体奪われてたってこと ?4 番目久々だな。相変わらず暗い顔しやがって。どうしてそんなに笑っていられんの？このままだと僕らの魂ですら消えちゃうんだよ。確かにこのまま魂が残ってれば、体を持った受精卵の体を乗っ取ることはできるがな。俺はもうここに長くいすぎて考えることがどうでもよくなっちまった。君の復讐心はその程度だったんだ。復讐心ね。ないと言ったら嘘だが、今俺はママを信じるんじゃなくてあいつらを。弟たちのまっすぐな思いを信じたいんだ。あいつらなら何かを変えられる気がする。ないね。気がするなんて曖昧な感情を。後悔するよ。後悔なんて何万回もしてるさ。今更だぜ。あっそ。なんだこいつ。いけすかねえな。これどこにセーブしてんのこれ。分岐点多すぎてどこにセーブしたらいいの問題が出てます。一旦、いや、投資でやろう。これに関しては。嘘やん。おいおい、このタイミングで来るか。まあ、俺ら死人には関係ねえか。あっちには2番目も3番目もいるしだ。本当に？俺の方に来る、これ。なんかあいつ、いつもの監視じゃねえ。これ、あれでしょ、4番でしょ。4番目？彼とは、知り合いを通じて出会った。マジ？この魂も襲われんの？おいおい。彼は、私にはないいろんなものを持っていた。だから、好きになることに時間はかからなかった。なんかこんな話ちょっとしてたね、お母さん。逃げたな。一度目にはらんだ子は、彼の兄との無理やりでできた。なんか彼の兄の話出てきてたよな。かなり焦った。どうしたらいいかわかんなかった。だけど、思っていたより腹は大きくならなかった。だから放っておくことにした。いや。ある日、何の予兆もなくそれは生まれた。割とすんなりと出てきたそれを。鉄パイプで殴りつけた。何度も、ぐちゃぐちゃになっても何度も。ぐちゃぐちゃになったあれは少し放置しただけですぐにうじが湧いた。バイバイ。二度と私のところに来ないでね。復讐というかもう会いたくもない。あれだけでかいこと言ったのに。結局何にもできずしまいじゃねえかよ。だっさ。お前らも行かれんの？俺はちゃんとお兄ちゃんになれたのかな？出口にあったのは鉄パイプだけよ。どこに行ったのかしら、あいつ。きっとどこかに隠れてるんだよ。だってお兄ちゃんは、かくれんぼが得意だもん。隠れてるんだよ。そうね。あのアホだもの。そのうちひょっこり出てきて、いつも通りに笑ってバカにしてくるんだわ。ほんとキモいやつなんだから。あの私探してきます。必要ないわ。追っておいておきなさい。そんなことより二人を優先させなきゃよ。二人とも用意できたら言ってちょうだいね。おい、お兄ちゃん。ねえ、お兄ちゃん。あれ？なんだ、トイレか？そんな話してないけど。どうしたの？眠いの？そうだな、眠いんだ。あれ、ぼーっとしてた。足をつけてから結構歩いたからな。疲れてんだ。そっか。じゃあ外に行くまで休んでてね。ああ。もう呪われてる？こっちから話しかけら、もう目が見えない。やだ。おね、兄ちゃん。ああ、弟さん、調子はどうですか？ちょっとドキドキしてる。ですよね。でもご安心ください。私たちがしっかりサポートします。ありがとう。あと、実は私気づいてしまったのです。そちらの箱の奥に、道を見つけました。入ろうとしたのですが、わずかに入れなかった。ちょうど腕が入らないくらい、俺入れるじゃん。ほう。ここ？よく見ると、箱の奥に道がある。入ってみよう。これ！なんだろう。すごい量の紙だ。漢字がいっぱい書いてあるけど。あ。この文字だけ丸で囲んである。名前考えてんだ。いっぱい名前考えて、翔太にしようってなったんだ。これ名前？なんでこんな奥にあんの？今のママってどういう心境なのこれ。ちゃんと子供を産もうと思ってるってことなの？ちゃんと名前も考えてるのか、なんか奥にしまってるあるから、やっぱりいいやってなったのが用意でき、行こっか。行こう。何か揺れてる。どっから来る気これ。また揺れたよ。監視が頻繁に出てきたから、空間が壊れか、あらまあ。こうなったら時間が惜しいわ。みんな行くわよ。お兄ちゃん。何？揺れて歩きづらいわね。あなたたちは転ばないように気をつけなさい。4番目は？気をつける。よし。傘は俺に任せとけよ。あれ？なんか普通に喋るじゃん。お兄ちゃんよろしくね。傘なんてあるんだ。この世界。私についてきて！早い！めっちゃ早い！そんな早い！これ待って、俺に。お金は貯まった。だけど私の中は何もかも空っぽだった。うわぁ、あばばば動かさなきゃ。5人目をはらんだ時には、もうどうでもよかった。あ、こんにちは。あれ、引き返したら、捕まっちゃった。セーブしてないよ最悪だ。さて、ちゃんと動けよ、キーボード。お前たまにちゃんと動かんくなるからな。戻ってきました。3度目かな、これで。このゲームはですね、この、監視の方に突っ込まなければ、捕まらないので、その場で様子見して、しっかり判断してから動くことにいたしますと。で、もし、その動きをした際に、四方八方囲まれた場合は、私どうしたらいいかわかんないですが、そんなことにはならないと、なんとなく思ってます。だって周りがお姉ちゃんたちが助けてく。お姉ちゃーん。お姉ちゃん。どうしたらいいのこれ。ついてきなさいじゃないやん。こうなった時のために、お姉ちゃんがいたんじゃないの？じゃあ、奇跡的に上に寄らんかな。下が空いた瞬間、下に寄ろ。任せろ。俺ならいける。俺の、だって左側が空くことの方が多いな、この感じ。お前なんで立って見てんだよ。お前どうにかしてくれよ、この状況。弟がどんだけ頑張ったまに下開く瞬間ね、ちょこっとだけ右に行く瞬間が、何これ、何のゲームこれ、俺何やってんの、俺何のゲームしてるこれ、これなんてゲームこれ、何ゲーこれ、これ何ゲーに例えられる、音ゲーとかいろんなゲーム。でもお前はなんで右をずっと見たまま何もしてくれへん。一回右に寄るべき、これ。やばい。なんかさっきよりも強固になった気がする。さっきよりもブロックが強固になった気がする。もうこれやっぱ勢いですね。勢いでいけます。そのまま勢いでいけます。まず左に行って、もう本当についていくだけにしよう。あ、オッケーオッケー、いけたいけたいけた。よーし。あとは下がるだけ。来た。もう死にたい。こっから先見てないね。それしか考えることができなかった。あ、そんな明るい BGM じゃない。多分この子のテーマソングなんだろうけどさ。皆さん、私はここで時間を稼ぎます。なので先に行ってください。そんなのダメだよ。ダメ。弟さん大丈夫ですよ。私たちはもう死んでいるのですよ。いや違うねん。ダメやってん。あるとすればあなた方の命です。だけどでも、どちらにせよ、あなたは全てを忘れます。ママのもとへ行ってください。やだやだよ。おい、いつまで止まってんだ。ママに会いに行くんだろ。早く行くぞ。ああ。ああ。ああ。お姉ちゃん、4番目。あ、じゃあ3番目。だけど、あの人は、そんな私を支えてくれた。お姉ちゃん、おねにちわんが。わかってるわ。彼女が無駄死ににならないように。あなたたちは先に進みなさい。ほら、急いで。うん。うん。お姉ちゃん、お姉ちゃん。あ、ごめんなさい。あの子はそんな、はい、行きます。お姉ちゃんも足止めしてくれんの？あの人はすべてをくれた。彼とは違った。あの人？登場人物がさ、ママと、ママと彼と、彼のお兄さんがいたんだよ。あの人？うわ！あ、4番目。ねえ、あんたらはさ、ママに会ったらどうしたいの？君は誰なの？もしかして4番目の？ねえ、その体僕にちょうだい。嫌な予感がするな。お兄ちゃんは？この双子のお兄ちゃんは？なんかおかしいんじゃないの？別にな、わあ、お姉ちゃん！待って。この子たちには手を出さないで。お姉ちゃん。ねえ、4番目。違う違う。ねえ、4番目。全部私が悪いの。責任なら私が持つわ。だからこの子たちには手を出さないで。ずいぶん勝手だね。どう責任取るの？監視と融合したのをいいことに、散々利用したじゃないか。そっか、確かに。ほんまや、お姉ちゃん。お姉ちゃんがいろいろしたやん。協力したら、そんなこと言ったの、お姉ちゃん。僕に、そいつの体をくれるって。姉として約束は守るって言ったくせに。言う通りにしたら今度はやめてだって。もう信じられないね。あんたは約束を破ったんだ。嘘つき。何がお姉ちゃんだよ。何がお兄ちゃんだよ。あんたらもママも僕にしたように、バラバラにちぎって殺してやる。ラスボス戦？あの人は、腹の子も一緒に愛してくれると言ってくれた。だから、この5番目の子はちゃんと産んであげる。あ、全然別の人か！彼でもなく彼のお兄さんでもない別の人の子なんだ！にしては見た目が似とるな。あ！監視？なんで君まで僕を裏切るのさ。僕はもう何を信じたらいいの？ 4 番目。うん。お姉ちゃん。あなたにしたことすべて許してなんて言わないわ。私があなたをここまで追い詰めてしまったのなら、私はすべての責任を負うわ。だから。うわっ！今度は一緒に優しいママに会いに行こうね。お姉ちゃん。一緒に転生した。また新しい誰かのママ。そんな真っ暗で見えない。4番目は、飛型で生まれました。私は、彼を殺すための監視でした。目玉さんは4番目のお兄ちゃんのこと、好きだったからくっついたの？そうですね。でも、彼が私に優しかったのは、こういう理由だったのかもしれませんね。目玉さん。この先を進めば出口があります。あー、来てる監視が。ここは私がどうにか、すごいなお前。早く先へ。お医者さんが言うには、私の体はもうボロボロらしい。今の一人が最後になると言われてしまった。お兄ちゃん、どうしたの？もうすぐ出口だよ。あれ、もうダメみたいだ。何言ってんの？ほら、僕の肩に捕まって。あ、お兄ちゃん。あの足、少し腐りかけてたみたいだ。結構動いちまったせいで溶けちまった。大丈夫だよ。僕なんかまだ腕がないんだから。ほら、僕に捕まって一緒に。俺さ、お前に嘘ついてたんだ。これなんだったんだろう。嘘？俺、心臓がないんだ。元からなかったんだ。今はこうして動けても、ママの元へ行ったらすぐ死んじまう。俺がここまで一緒に来たのはお前を守るためだ。だから今ここで俺の。俺の腕を持っていけ。なんで、一緒に行こうって。一緒に。僕たち双子なんだよ。だから絶対一緒に行くんだって。そんなのいらないよ。腕なんてなくてもお兄ちゃんがいれば。無理なんだよ。どんなにお前と一緒にいても死ぬだけなんだ。死んだら、もう残らないんだぞ。お兄ちゃん。なあ、頼む。俺の代わりとして、俺の腕を持って行って、その腕でママを幸せにしてくれ。なんて顔しやがる。俺と似てるかっこいい顔が台無しだぞ。さあ、弟よ。受け取ってくれ。またな。双子と診断された。この子たちはどちらも衰弱していた。生まれて出ても、長くは生きられない、片方は必ず死ぬなんて。それでも、今は一人じゃないから幸せにしてあげられる。あれか。そのさ、なんか子供自分で作ったんだから産めよなんだかんだって話してたけど多分。なるほどね。望んでできた子じゃなくて、その男側が、だいぶクズだった可能性もあるのか。ママも正直大概な気はするけどな。でもちゃんと子供ごと愛してくれる人と出会ったんだな。それでも今は一人じゃないから幸せにしてあげられる。今までごめんなさい。ああ。ちゃんと生まれるんだよな。なんだろう。正直、思ってた以上に重くはなかった。全然やれたけど、お兄ちゃん。あ、エンディングに、いってらっしゃい。おー、ちゃんと生まれられたパターン。あれこれ2人で一緒に行けるパターンがあるぞ。今、エンド2でしょ。トゥルーエンドまだ残ってる ?3 つプラス1なんだけど。エンディング。あれか。お兄ちゃんパターンだな。お兄ちゃんと一緒に、じゃなくて、お兄ちゃんだけ行ってよパターンをまだ見てないから、それ見てみるか。お兄ちゃんに行ってもらいたい。バカかお前。あ？お前は何のためにここまで来たんだ？俺を生かすためか？違うだろ。ママに会いたくてここまで来たはずだ。それを今棒に振ろうとしてるんだぞ。バカ以外になんだって言うんだよ。だけどここまで来れたのは、お兄ちゃんのおかげなんだよ。それなのに僕だけが行くなんて。はぁ、仕方ねえ弟だな。わーったよ。一緒に行くぞ。あれ同じパターンやないの。お兄ちゃん。ただし結局2人が行ける方法がなければ決断を俺が出すからな。俺はそれまで一緒にいるだけだ。あれ？あ、そういう感じ。これあれか。名前を見つけてない？名前を俺さ、見つける前に最後まで行っちゃったからってこと？もしかしてちゃんと全部のフラグも一応回収しとくか。この辺のおっぱいとか含めて。さて誰を監視する？来たね。2番目のお姉ちゃんにするか一旦ね。これ同じか。多分話を聞くんだろうな。お姉ちゃんの時はどうだったかっていう。無理やりで生まれた2番目。あ、無理やりってそういうことか。いやいや、産んだとかじゃないんだ。多分。強引に、そういう風になって、できちゃった子ってことなのかな。1番目と同じように捨ててやる。うん。そういうことだよね。なんか、望んでないやつとの子供だからみたいな。いや、じゃあさ、なんか、最初の子と違ってこれは生まれた瞬間私を見た。生きていた。動いていた。うわー！これ、お姉ちゃんの口癖がキモいなのはこれを言われたからか。ママから。私を見つめた。それをすぐに水に沈めた。それはすぐに溺れ死んだ。ポケットの中のハサミかな？刺して切ってそれは赤くなった。何しとん？うわぁ。キモいのが見えちゃったわ。最悪。何これ？ハサミこれ？何これ？パレットみたいなの置いてある。何これ？紙とシャーペン？持っていこうかしら、念のために。紙とシャーペン？あ、ねえ、いつまでいい人ぶってんの？さっさとあいつらの体を奪おうよ。4番目。ごめんなさい。まだ待っててほしいの。そうだよね、本当はそんなつもりないんだもんね。待つ。もう十分待ったでしょ。あいつらの体を僕に渡してくれれば、すぐにでもママを殺しに行ける。あんたが一番願ってたことじゃない。6番目は生きる力が強すぎるのよ。体をちぎっても何も効果はなかった。ほんの少しでも気を揺るがせば、その時に奪えるわ。5番目の体で、ああ、そういうことか。でも5番目の体を奪ったところで心臓がないから、生まれてもすぐ死んじゃうんだね。誰も救われてないエンディングなんだな。やっぱ自分が生まれないと。5番目の体はダメよ。あなたには使えない。だってあの子の体は。まあいいや。あんた約束するって言ったんだからね。嘘ついたら全員バラバラにしてやるから。わかってる。え、でも待って、これさ、お姉ちゃんがさ、生き残ってないとさ、4番目止める人がいないよな、多分。のんびりしてる場合じゃないわね。一旦戻っ。4番目どうして？これ結構話変わってくるぞ、じゃあ。彼とは知り合いを通じて出会った。知り合いを通じて出会った。彼と。ここは見たな。彼には私がないものをいっぱい持っていた。だから、好きになることに時間はかからなかった。あれ？見てないってこんなセリフがあったっけ？違うか。なかったな。2番目にはらんだ子も同じように不注意でできた。彼のお兄ちゃんの子が1番目。で、彼の子が2番目。か？で、3と4、あ、もうなんか多すぎてわからへん。だけど、一度目みたいに隠れて殺せばいいと思った。これを機に、親族との縁を切ろうと思った。紙とシャーペンで殴り書きした家族への手紙。学生だった私にはこれが精一杯のメッセージだった。トイレに駆け込んでそれを産み落とした。それはこっちを見ていた。姉ちゃん片腕が。水に浸した後、トイレで？トイレで？かけさまって、うわぁ！水ごとトイレを流した。バイバイ。二度と私のところに来ないでね。お姉ちゃん、これも当然の結果かしら。ほんと、こんな自分がキモいわね。私はちゃんとお姉ちゃんになれたのかしら。え、お姉ちゃんが彼との子供？ 2 番目が、2番目が彼との子供。あ、1番目誰との子供だっけ？彼と、彼の兄との子供だっけ？出口にあったのは、道の書いてある紙切れだけだ。ああ、書いててくれたんだ。どこに行ったんだ、あのバカは。きっとどっかに隠れてんだよ。お姉ちゃんが何もしないでいなくなるなんて。そんなことあるわけないんだよ。そうだな、あいつのことだ。そのうちひょっこり出てきて、いつも通りに悪態つきながら出てくるだろう。そうだ、俺らが信じなくてどうすんだよ。この点々は何なん？心臓がないこと関係なく、私探してきます。必要ねえ、放っておけ。そう、二人を優先させなきゃなぁ。これさ、おーい。調子はどうですか？ドキドキしてる。ですよね。でもご安心ください。私がしっぱりサポートしました。私気がついて、これさ、やっぱここにさ、あ、わかったかも、これ。やっぱお兄ちゃんを犠牲にして、一番最初で、ここにあるこの名前をちゃんと見て、翔太ね。これが俺の名前になるんだ。名前を見た上で、エンディング見たら多分、もう一つの、トゥルーエンド、新エンディング的なのに多分行き着くんじゃないこれ。お姉ちゃんがこれ生き残ってないと多分、4番目止められないもんね。これもう突っ走りますね。捕まらないのに揺れてて歩きづらいな。お前たちは転ばないで気ぃつけろよ。行きます走ります。もう私、慣れてるんで大丈夫です。行きます行くぞゴー行きます絶対捕まらないことを誓いますうっす行きます大丈夫ですなんとかなりますうっすあれ捕まってますこれじゃああれか。この俺たち。子供は、あの人の子供ではない感じだね、多分。ねえ、あんたらはさ、ママに会ったらどうしたいの？この辺は一緒だね。嫌な予感がする。あ、お兄ちゃーん！待て。こいつらには手を出すな。お兄ちゃん。なあ、4番目。全部俺らが悪いんだ。責任なら俺が全部持つ。だから、こいつらには手を出すな。ずいぶん勝手だね。どう責任取るの？監視と融合したのをいいことに、散々利用したじゃないか。協力したら、僕にそいつらの体をくれるって、姉として約束は守るって。あんたの妹は僕に言ったくせに。それ知ってたの？言う通りにしたら今度はやめてたって。もう信じらんないね。ここら辺は一緒だな。何がお姉ちゃんだよ。何がお兄ちゃんだよ。あんたらもママも僕にしたようにバラバラにちぎってやれ。あの人は腹の子も一緒に愛してくれて、ここは一緒だね。だから5番目の子はちゃんと産んであげるの。あれ、同じ感じだ。同じか。同じだね。4番目。ああ、お兄ちゃんも、わーん。お前にしたことすべて許せなんて言わない。俺らがお前をここまで追い詰めてしまったのなら、俺がすべての責任を取ってやる。だから、一緒に行くんだ結局。あれ？これトゥルーエンド行くんじゃね？名前確認した上で行ったもんな。今度は一緒に優しいママに会いに行こうぜ。またな。これどうなんの？二子と診断されたあの子たちはどちらも衰弱していて、そうだよね。今までごめんなさい。で、これエンディングだよな。さあ、名前を確認した上で、エンディングを迎えました。多分、これがトゥルーになる。もう一つのエンディング。てか、生まれた後の話が多分見えるんじゃねえかな。翔太って呼ばれてる。で、まあ、あとは、おね兄ちゃんが生まれた時の話を、あとは聞けるよって話なのかな？この感じは。おね兄ちゃんを監視したら。いやー、なんか。いってらっしゃい。茶髪だったんだ。あれもう一つのエンディングなぬ？おねにちわん監視しますか。3番目のおねにちわん。この子はどんな生まれだったんだい？殺すのも前提出てきた。3番目。お金が欲しい。もっともっともっと。なんかお金の話してたね、そういえば。これさ、4番目と3番目が一緒になったじゃん。4番目の話は？今度は、お金のために自ら払うんだ。お金はそれなりにある。あとは病院に行くだけ。どういうこと？お金のため、今読み間違えた俺。お金のためにって書いてたよね。手術が終わった、泣くことのない、それは、された。お金のことしか頭になかった。慰謝料的な話？もしかして。傘だ。今のはいただけませんね。あ、これは紛れもない傘ですね。おのおのがなんかこの傘やらなんやらを持ってきてくれてたんだ。君は後悔してないの？あなたは4番目の方ですね。後悔とは一体何の話でしょうか？3番目とくっついたことに対してだよ。君もくっついてるもんね。望んでくっついたわけじゃないんでしょう。確かに私たちは、望んでこの姿になったわけではありませんけども、2人がちゃんとなんか好き同士だったからなったわけでしょ？そうだよね。私たちは拒絶しないのも事実です。嫌ではないのです。一緒にいることが普通かのように。最初からこうであったかのように。ですから後悔どころか、やっと正解にたどり着けたような気分ですよ。気持ち悪いね。僕はそんなの一度も思ったことないよ。確かあなたは監視の…うるさい！喋んなきゃじゃねえ！ 4 番目さん？もういい。じゃあね。随分ちゃちゃが不安定ですね。おいこれ、逆恨みでやられるやんか、おねにいちは。怒らせちゃったからみたいなとこない？ここ。確か監視がいるんでしたね。早めに皆さんの元へ行かないと。うんうん。まずいですね。非常にまずいですね。なぜあの監視は私たちを見て。なんだか嫌な予感が。この子はどんな？彼とは知り合いを通じて出会った。言ってたね、これ。彼との子供なんだ。あ、この辺は話してたな。彼は私にはないいろんなものを持ってた。だから好きになることに時間はかからなかった。3番目の子は殺すことを前提に作った子だった。そういうのが好きな。あ、お金のためにってそういうことか。はあ、なるほどね。そういうのが好きな客だった。そういうことをしたからでき、そういうことをする場所で働いてて、そういうことをしてた最後にそうするのが好きな客だったんだ。経験があると言ったらすぐ、大量にお金を渡されて勧められた病院へ行った。手術は思ってたよりも早く終わった。金を積めばこんなに簡単なんだ。今まで自分でね、やってたもんね。見ることのなかった3番目の子を思いながら帰った。4番目も同じなのか？あれ？そういえば4番目の話知らないな。雨はいつもより冷たく感じた。だから、そういうことに対して抵抗がなくなったから、この下ろすことに対してね。対して抵抗がなくなったから、4も5も、まあ、5と6も、みたいな感じなのかな。バイバイ。二度と私のところに来ないでね。はぁ。わかっていたことでも少し辛いですね。少しでも私たちは役に立てたのでしょうか。どうか彼らがママに会えますように。はい。これ残ってんのはお姉ちゃんとお兄ちゃんが残ってんのか。アホと。こっから先は同じだもんね、多分。いってらっしゃい。うん。さて、まあ、トゥルーエンドをどうにかして見つけなきゃいけんわけだが、なんかないのかな？こっち側とかなんもない？あれ？これは拾うべきかな？いらない。あ、ちょっと待って捨てた！おい、捨てるじゃん！絶対拾わなきゃいけない何か捨てたってえ、なんか割と奇跡なのかもしれない、これ。これまず拾って、拾います。これ何これ？うねうね？縮れて短い、あ、え誰のだろうね。あそこの体毛？縮れて誰のだろうね。どの人の誰のやつだろうね、これね。で、ここで、あれこれだけ？逆に。待てよ、これ埋めればいいのか？今思えば。うねうね。一個は腕だろ？多分。あ、最後、腕、あ、最後、あ、名前だ！名前と腕じゃん！あれ、じゃあもういけるやん！トゥルー。漢字がいっぱい書いてあるけど、一個だけ囲んでる。漢字って書いてんのにカタカナで翔太ってどういうことなんだ？あー、翔太になってるわ。びっくりするほどへったくそな字で書いてあるんだって。お母さん字が下手くそです。脳が3番目のお姉ちゃんで、腕が5番目のお兄ちゃんで、で、魂が俺自身でしょ ?6 番目でしょ？だから3と5と6がいて、で、アホ、1番目のアホが今犠牲になっちゃっていない。で、2番目のお姉ちゃんと4番目はこの後新しい優しいママに会いに行こうねで転生する。だから、1番目が救われてない。アホだけは唯一現実に出れない。めっちゃかわいそうな被害者になってないこれ。いいか別にアホやし。またな。ということで、腕。うわぁ、腕。お兄ちゃんの腕。最初からあったみたいにすんなり動く。全部揃ったね。脳。男です。うねうね動きます。翔太です。腕生えてます。うねうねいる？うねうねだけなんか違わないって思うけど。ということで。これでトゥルーいけるかな？生まれて出ても長くはいられない。必ず4444444。さあ。ということで。BGM とかは変わらないね。これでちゃんとしたトゥルーエンドっぽいのいけんのかな？まあ、大体このエンディングが終わった後に、何かしら新しい、こう、展開があるっていうのが、まあ、セオリーというか、セオリーって今画面に出てたからすごいそのままセオリーって言葉を使ってしまったんですけども。いけるかなあ、スペシャルサンクス。いや、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。エンディング2かな？エンディング2だね。いってらっしゃい。かわいい髪型だな。一番怖いやつ、こういうさ、オープニングの画面になんか変化が起きるっていう。ママに、ってなってる。なんて書いてんのこれ。どうして？ん？包丁。笑ってる。やっとゲーム落ちた翔太嘘。ちなみに、調べたんですけど、さっきの文字化け。あれ、ちゃんと文字に直すと、ママ、バイバイになるらしい。ということは、まあ、ちゃんと、殺意を持って刺したんだろうね。で、まあ、ここから考察というか、まあ、ちょっとした余談みたいな感じになるんだけど、俺さ、さっきも言ったけど、脳は3番目のお姉ちゃん、腕は5番目のお兄ちゃん、で、心は自分自身。で、これで、6人いる中の6、5、3は埋まってるわけ。だから、あと埋まってないのが、1、2、4なんだよ。ただ、4と2は、新しいママのとこに行こうねって言って、行ったから多分別のとこで、双子かなんかで、かもしくは兄弟で多分生まれてるんだよ。ってなったら、一番目のアホだけ残ってんだよね。今回の場合だったら。なんか選択肢を多分、お姉ちゃんが犠牲になってたら多分、お姉ちゃんが選択肢として残ってんだけど。いや、これ多分綺麗なので考えたら、誰を監視するの場面をお姉ちゃん選んでたら多分一番形としては綺麗だったのかな。お姉ちゃんだけが、報われてないね。救われてないから、なんか巡りに巡って、お姉ちゃんが、憑依しちゃったとかっていう感じか、もしくは謎のうねうねあれが、4番に関する何かだった場合、まあ最後ね、片目が赤くなってたと思うんだけど、4番、片目だったらしいんだよ。見る感じね。まあ、綺麗だよね。そう考えたら。片目だけ赤くなって、で、しかもお母さん絶対殺しマンだったから、この子が。あのうねうねを取り込んだ状態で生まれて、なんかの表紙に4番が覚醒して体乗っ取っちゃって。っていう可能性も。まあでも多分それが一番可能性としては高いのかな。でもうねうねってあれなんだったん ?4 番。あそこの毛って書いてたけど、お前あそこの毛もしかして生えて